はい、皆さんこんばんは。こんばんは。キコのチャンネル、土曜神戸中央スロット館ミッション見事対決パーツイスロストラックアウト、今週もやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今週ははい、はい、私久々にね神戸の方に、あくっそこの浮気者、あほんまっすよ、ほんま。え、何がですか。ほんまっすよ。新年明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。はい、私、はい、新年初めての神戸ということで、そうですね、はい、そうですよ、本当に本当にもう、はい、お伺いさせていただいて久々に、なんかご丁寧にね、はい、うちの視聴者さんがわざわざ京都まで行って、こちらの文句を言ってくれてるってコメントでそう、はい、実況中継みたいなコメントいただきまして、そうなんですよ、今ハードが禁じてますみたいな、内容はこれですみたいな、そっちの方ですか、はい、とかあれおかしいな、文句の方じゃないいやいやいや、なんか、ね、実況の方ですか。いやいや、完全実況、ね、はい、完全実況中継までしていただきました。そんな実況パワフルプロ野球はいらないですよね。いや本当にびっくりしましたけども、ね、はい、ありがとうございます。いろんなね、視聴者様がね、こういろいろ、浮気者の松田さん、こんばんは。おかしいよね。あ、はい、すみません、ありがとうございます。はい、はい、そんな感じで、はい、今週はね久々に、神戸の方に、降り立ちまして、私、はい、配信やらせていただきたいと思いますので、はい、ぜひ、ね、はい、最後までお付き合いいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、お願いいたします。お願いいたします。うん、なんか噛むね今日はね。はい。お店の顔を見合わせないで本当にね。はい、か、お店の方から何かお知らせはございますか。お店の方からお知らせですか。はい。東さん、何かありますか。そうですね。はい。会員様募集。会員募集ね。会員募集、これは大事ですよね。会員募集はね。これも毎週させていただいております。大事大事、大事ですね。はい。はい、そうですね。はい、なるほど。ね、当店。そうですね。はい、やっぱり3連休ということでね。はい、今年初の3連休ということで。はい、やっぱ明日明後日もね。はい、3連休2日目、ね、3日目も来ていただきたいなっていうのが。なるほど。ですかね。なるほど。はい。なるほどですね。遊びに来ていただければという感じですかね。3連休ですね。はい。はい。あれでしたよね、11月1日ってポッキーの日でしたっけ、はい、11月1日はポッキーの日でしたっけ、ちゃいましたっけ、何の日でしたっけ、はい、ポッキーは11月11日じゃない、11日ですか、いい夫婦ということはあれですね、はい、1月11日はポッキーの日ではないわけですね。1月11日は、はい、何の日、ラッキースティックの日ですか、いい夫婦の日、111の日なるほどですね、111の日、なるほど、あ、そうですか、あ、プリッツの日、ああプリッツの日、ラッキースティックではないんですね、ラッキースティックではない、明治のラッキースティックではないわけです、ね、もっとマイナーなやつですけどね、はいはい、それではないということで、なるほどですね、はい、トッポの日でもない、トッポの日でもない、フランの日でもないわけですね、そうですね、キリないですけどね、本当ね、はい、1月の、ね、11日ということで、はい、わかりました、まあポッキーの日じゃないんやったらもういいっ す、ね、あ、ポッキーではなければいいということで、はい、もういいっす、あ、ポッキー派のハードは、そうですね、ポッキーがお好きということで、そうですね、チューペットかなと思ってたんですけど、チューペット、はい、チューペット、あの僕2つついてるやつがいいですよね、やっぱり、何の話してる、何の話、なんかね、ほんまの単なる雑談放送、はい、何の話ですからね、はい、もうとにかくね、はい、連休はとにかく遊びに来てくださいということでね、そうですね、はい、明日1月11日ですよ、はい、明日ですね、そうっすよ、1月の11日という、そうですね、はい、事実を端的にお伝えしておりますけども、はい、1月の11日ということになってますので、はい、遊びに来ていただければいいんじゃないかなというふうにね、はい、思いますので、ぜひ遊びに来てください、はい、お願いします、はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、お知らせ以上でいいですか。お知らせ、そうですね、はい、まあ、あとはあの全然、ね、全然誰もシールもらいに来てくれないそれを言っちゃおしまいだよ本当に。あのね、先週ね、こちらの放送でご伝えさせていただきましたように、はい、あの神戸中央スロット館、ハード店長と東さんのシールがね、はい、あのキコナチャンネルのシールが出来上がったということで、はい、そうなんですよ、これをねこうお伝えして皆さんこう取りに行きます行きますみたいなことをコメントでねたくさん入れていただいたにもかかわらず、はい、1週間そうなんですよ、誰一人としてはいシールくださいという お声掛けがなかったということで、ハートズタズタですよもうボロボロですからね今きついね本当ね、そうですね、はい、もうそうそう渡す練習してますからねもうね、もう配る練習、そうですね、はい、ほんまですよ、もういや、シール欲しいよとかね、いう本当ですよ、もう私もねちゃんと名刺入れに来てくださいよ、はい、もう名刺入れにちゃんと入れて持ち歩いてますんでね、はい、あーシールね、はい、僕もお守り代わりに1枚財布に入れてますからね、はい、ねえ、はい、あーシール欲しいのになとかね言われてますけどね、ありがとうございます本当に、はい、ヤフオクには出品しないでくださいね、取りに行きますとか言われてますけど、はい、取りに来てください本当にね、ありがとうございます、はい、今日はシール履けない人たちだとか言われますけど、おい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 、はい、ね、神戸まで行ってなくなってたら嫌だもんってことで、今だったらね全然大丈夫ってことですね、そうそうそう、はい、大丈夫です、はい、すぐに来ていただければと思いますので、はい、全然大丈夫です、最高の渡し方しますんで、はい、最高の渡し方、はい、そうですねあ、そうですか、
かあの5メートルぐらい離れたところからこうやって東さんがこんな感じで私に来ますんで、ぴょんぴょんぴょん歌舞伎風で、はい、なるほど、私に来ますんで ね、はい、ぜひ、どんな歌舞伎風なのか、本当にねちょっとお店の方に来ていただければね、あの無料でお渡ししますんで、はい、ぜひ遊びに来ていただければと思いますので、お願いします。はい、あ欲しいなかっこぼーとか言われたんですけど、ね、ちゃんと来てくださいね本当にね、もう結構信用してたんだからねみんなのことね、本当にねお願いしますよ、そうですね、本当にね、はい、ということで、そんな感じでね、はい、今週もお送りしていくわけなんですけど、今週は騎手は店長なんでしょうか。俺一度やってみたかったんだニコ生ってやつを、ということでサラリーマン金太郎となっております。え、なんすか今の名言知らんのかサラリーマン金太郎。僕わかんないんですよ僕本当に、ね、そんな名言ありました。ありますよ本当に。あ、そうですか。俺一度やってみたかったんだサラリーマンってやつをっていうやつですよ本当に、はい、今日は僕サラリーマン金太郎好きなんで、はい、ちょこちょこ名言挟んでいくんでね、はい、あ、なるほど、はい、言いますから。何のフリーとかね、はい、視聴者さんも気づいてない感じですか、ね、あれおかしいな、はい、おかしいな、はい、ぜひ、みんな本宮先生嫌いな派ですか。いやいや、ね、はい、あんまり読み込んでないみたいな、ね、感じなんですけど ね、はい、ということでじゃあまずビンゴ紹介していきたいと思います。はい、はい、ということで上から青奈昇格、こちらボーナスね、赤奈と青奈あるんですけど、青奈、はい、いわゆるなんだっけ、はいはいはい、AT に入りやすい、青奈に昇格する演出があるということで、ね、昇格演出が一つですね、はい、そうですね。でゴーダ撃破、これ対決演出でゴーダって言って、あと結構期待度低い強いやつですね。たけしですね。たけしを破れば、目印がつきます。で、はい、出世街道チャンス、こちらは上乗せかボーナスかという AT 中の演出になっております。はい、で真ん中が AT 当選とボーナス当選がまず、ど真ん中がボーナスですね。はい、で、エクストラ BB5 連ということで、これビッグボーナス AT 中のボーナスは、ね、ベルナビなんだっけ5回の後に。細かいボーナスが、何連チャンするかみたいなね、そうす、エクストラ BB というのがあるんですけども、それを5連チャンさせることができれば印がつけるという形になっております。はい、で、これ幼児チャンスでいいんですかね、ライバルを追跡する、演出あります。これを成功すると印がつくのと1000枚オーバーで、あとは天王山といってですね、これ、ボーナス中の一番期待度が高いステージですね。はい、これを頑張って狙っていただければと思いますので、SP は一応ロングフリーズという形にさせていただきました。はい、はい、という形になってますので、ね、今日もねビンゴ、目指して頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はいはい、はい、じゃあ早速ですけども、勉強してきましたからね今日も、はい、いや今日なんか店長やる気ですねすごいね、やる気満々ですよ、ね、この雑誌色あせてないですか、ね、あれねえちゃんとスロッター金太郎見て勉強してきましたから、ね、本当に色あせてないですか、なんかこれ、いやそれ何年のスロッター金太郎って、はい、2003年7月のパストロフィー障害で12年前、ね、12年前、いや懐かしい、花火100景、海一番、はい、メフィスト、スーパービンゴって、これちょうどなんかいい感じでループしてますよ、ね、これ ね、 ね、ループしますね、ね、大花火とか、ね、ちょうど ね、大花とか ね、 ね、12年前の機械が今まだ来てるってことですよ、ね、すげーなー、風の用心棒、猪木、これ初代の猪木、これ初代の猪木ですよね、アントニオ猪木という名のパチロキパネル違いですね、ですかね、はい、懐かしいな、フルこのネタ久しぶりとか、ね、言われてますけどね、はい、銀パルとかね、はい、言われて、ま、なってますけどね、全然わかんねえ、いやね、ギャルズマジック、今回の金太郎はどちらかというと、はい、サラリーマン金太郎よりもこのスロッター金太郎に近いところもありますので、なるほどなるほど、はい、エクストラ BB とかもありましたね、そうですね、この時僕まだ生まれてないですからね、はい、死ね生まれてないことはないだろうって感じですけど、はい、東さんね、はい、東さん結構ね、あれですからね、はい、風俗年齢みたいにサバ読んでますんでね、ああなるほどね、はい、なるほどね、26歳かっこ36歳、はい、本当はね36歳ですからね、ああなるほど、俺と同い年ということ、はい、実は僕より年上やったっ、なるほどなるほど、パターンの、はい、はい、年齢不詳ですけど、でも結構老け顔って言われるんですけどね、まあ老け顔とは言わないですけど、年齢不詳では確かにある、年齢不詳、若いといえば若いし、言ってるといえば言ってるみたいな、なるほどですね、はい、それぐらいだったらいいですね、はい、あそうですか、はい、12年前俺は14歳だって方もねいらっしゃいますけどね、はい、まあ、本当に百景とか懐かしすぎるメフィストとかね言われてますけどね、そうです、ね、素晴らしい、それじゃあそれちょっと後でちょっと見せてもらって、あその辺いじりながら、はい、懐かしトークでもしながらじゃあやっていきたいと思います、わかりました、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、じゃあお席の方にお願いいたします、はい、じゃあ松浦さんにお渡しします、はい、ありがとうございます、いやめちゃくちゃ懐かしいですね、松浦さんをなめんじゃねえ、あありがとうございます、ちょっと松浦さんのうんうんなめんじゃねえ、え、よし行きましょう、冴えてますね今日も、そうですね、今日もね最後店長ですよ、はい、なかなか、え、今日も最後店長、はい、今日もなかなか最後店長ですね、あそうですか、どんなもんですかね、はい、音すか、4つ目ぐらいですかね、ぐらいでいけますかね、4つでいきましょうか、ですかね、はい、はい、それではじゃあまずこちらの、ね、顔にあカメラに向かってのお顔いただいてもよろしいですかね、こちらですよこちらですよこちらですよ、はい大丈夫ですかね、はい行きたいと思います、キコネチャンネル土曜神戸中央スロットかミッションビンゴ対決パチスロストラックアウト、本日はロデオ、パチスロサラリーマン金太郎出世街道編こちらを使ってミッションビンゴ対決やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、それではスタート、
お願いします。あれですか、 ART 中は、はい、あの船乗ってるやつでしたっけ。違います、それは5号機のやつです。懐かしい。設定変更打ち替えたら絶対船乗るやつじゃありません。あー、ありましたね、5号機もね。5号機これで一応金太郎コンテンツでいうと第2弾っていう形になるんですかね。第2弾ですね、5号機ではね、はい、で4号機はね、こうあのさっきのスロッター金太郎もあって、はい、検定取り消しになったりね、ありましたけどもね、はい、どうですかね、覚えてらっしゃる方いらっしゃいますかね。本当にね、懐かしいですけどもね。ほ、拳狙っていいんですね、これ。拳が言うたらチェリーみたいなもんですね。はい、なるほどですね、なっております。ちょっと待ってくださいね。なんかね、はい、絵のタッチがいまいちなんか気に食わないんですよね。あ、タッチというか、なんていうんですか、ね、あの 3D がね、そうですね。いやね、はい、それ思うでしょう、はい、僕もね、これをPV で見たときは懸念してたんですけどね、はい、実際打ってみるとゲーム性は本当に金太郎なんでね。なるほど、悪くないと。悪くないですという感じですかね。いいです。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね、カメラがなんか一個おかしいですね。ちょっと待ってくださいね。おかしいですか。はい、ちょっと待ってくださいね。ほ、はい、ということで、はい、じゃあちょっとね、しばらく東さんの台を1カメで追っかけていきたいと思いますね。遠隔かとか言いますけど、遠隔じゃない、はい、コメントじゃ読んでいきたいと思いますね。すいません、はい、まこっちどうもこんばんは。アイス食べてもいいやで、ありがとうございます。さっきね、もう俺ツイッターで喋ってたんですけど、あのアイスの自販機がね、はい、とっても美味しそうに感じて、はい、放送5分前だけどアイス食べようかなみたいなね感じだったんですけども、食べてくださいよ。え、食べてもいいんですか。食べてくださいよ。あ、そうですか。じゃあ後でね、またいただきたいと思います、はい。松浦さん、JP さん、東主任、昨日他法人で寿司コメントしたハード店長、おばんですということで、いやー、僕、してないんですけどね、え、年春寿司行こうぜみたいなコメントしませんでした。それね、はい、僕じゃないですよ。あ、違う、なんかね、その前もね、はい、あれですよ、なんか、年春に寿司あげてみたいなコメント、なんか、1週間以上前にあって、はいはい、松浦さんが、なんか、これ、絶対森店長ですよとか言って、はい、僕じゃないのになんか言ってるっていう。え、違うんですか。はい、文句を言ってたんですよ僕は。ああ、そうですか、はい、いや、あれもまさしくハード店長が、はい、コメントしてくれてるのかなって俺は思ってたんですけど、いや本当にね、ちょっと正月期間中忙しくて、はい、僕1週間1回も見てないんですよ今回。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。へえ、最後にコメントしたのは本当に大東店が最後です。あ、火曜日、はい、年末の大東店が最後です。あ、12月の最後の放送でしたね。そうですね、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。え、はい、本当ですか。だからね、僕のなりすまし、はい、ほんまに似てますよ。ね、ほんまに似てますよ。あ、そうですか。なりすましなのか、松浦さんが単に勘が鈍いだけなのか、いや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 、はい、いや、もうてっきりね、年春っていう言いますとね、そうなんですね、寿司のネタでもうこれ、はい、は、完全に言ってほし、言ってほしいんだろうなみたいなね、感じに思ってたんですけど、なんかよくわかんないですけど、はい、違う、はい、そうなんですよ。あ、そうですか。っていうことらしいですけどね。違いますよ、本当に。真偽のほどはね、定かではないですけども、はい、どうでしょうか。はい、ということで、ね、こっちがハード店長でこっちがアルバイト店長ですね、はい、まあ、はい、僕のコメント当てるのは、はい、やっぱりあれです、JP さんとマイマイさんの方が上ですね。あ、はい、松浦よりも松浦さんは8割ぐらい 僕じゃない人に対して 僕やって言ってます。あ、そうですか。、はい、悔しいですけどね、ちょっと、はい、あ、精度を、ね、上げていきたいと思います、ね。はい、そうですね、はい、キャバクラステージ行きましたよ。キャバクラ、ジャルダンでしたかね。シャルダンでしたかね。はい、来ましたけどもね、どうでしょうかね。今日松浦いるのということで、今日私やらせていただいております。東さん、森口に出戻りはないんですかねということで。あ、出戻りはどうですかね。まあ、あのね、森口店の、辻本店長が、移動ということで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ね、この前の放送で、かなりね、その話題で、キコちゃんファンからはね、はい、嫌だ嫌だみたいなね、声もあったんですが、次来る方は誰とか言われてないんですか。次来る店長はですね、はい、これ放送でまだ言っていいのかな。まあ、まだ放送では言われてないんですね。多分先週の放送では、そうですね、多分言ってないんじゃないかなと思います。それはちょっとね、はい、あんまり良くないかもしれないですね。そうですね、まあ、その辺もちょっと言えないですね。ご容赦いただければという感じかもしれないですけども、はい、そうなんですけども、もうね、そのいわゆる森口放送のね、はい、人気キャラクターとしてね、そうですね、皆様に愛していただいた辻エルが移動ということで、はい、東さんもね、その森口の放送に関してはずっと最初はね、東さんと2人でやってたような形ですんで ね、はい、どうかなというところなんですけども、あ、森口常連からしたら辻本伊藤 大歓迎とかね言われてますけどね、どうなんですかね、松浦どんまいというあったかい歌もさ言われてますね。そんな感じになっております。ハード主任2とハードド店長ニート主任松浦さん、ダディこんばんはということで、今日はねダディもいないんですよ、私一人が、完全にね一人で、そうですね、はい、なんかダディさんがいることになってますね。そうですけどね、ありがとうございます。こんばんは、ひだです。今日も横浜から応援してます。
日だってあの日ださダーヒーさんダーヒーダーヒー見てるんですか本当にどうですかね許せないですね仕事してくださいね本当にねはい、サブローの飼い主と刺激の刺激と健吾の弟深夜こんばんはということでねどうもこんばんは、そういえば金牌の結果はどうでしたかということでですねはい。まあ、ちょっと予想は僕何したかすらあんまり記憶にないんですけど実はそうですねはただ、はい、実際勝って、はい、あれです本場の保険のやつだけ勝って、はい、取った分結局勝った分よりも返ってこなかったっすあ保険に保険というか一応は取れたけど、はいプラスにはならなかったプラスにはならなかったですあなるほどならなかったのとどっちでしたっけ、ね、中山の方だけそれやったんですかね、はい、京都はもう完全に外したかもしれないですあそうだったんですね残念ながら結果は残念だったとそうですね、まあ、残念な競馬予想ですのでなるほどなるほど、はい、ってことですかねぼっち松浦かそうですね今日は完全に私一人でやらせていただきます東11着とかね言われてますけど、ね、東何でしたっけ東シャトル東シャトルかね、はいはい、11着ということですけどね松浦さん一人でキコちゃん放送するってだいぶ久々ということでいや本当にねめちゃくちゃ久しぶりなんじゃないかなと思いますけども、ね、はい、いつも代表のちょっと名の元にちょっとあぐらかいてましたからいやいやいや意味が分かんないですよ、はい、いやいや2人体制で最近はもうずっとほぼほぼどの現場も2人体制でマイマイだったり JP さんだったりねネギ玉くんだったりとかっていう形で回させていただいてて完全に1人っていうのはね本当にすごい久しぶりなんですよねしかも神戸はね出演者さんも2人ということで、はい、2カメ3マイクっていうねこういわゆる一番シンプルなね機材でさせていただいてましてすごい新鮮ですけどもね久々 な感じがしてなるほどですね、はい、他の放送はやっぱ出てる人数が多いっていうことですかそうなんですよ人数が多かったりカメラが、ね、多かったりして、はいだんだんこう進化してきたんだなっていうのをね改めて実感しながら今日は初心に戻って頑張りたいと思いますはいなんで笑うんですかいやなんか、はい、なんか腕鳴らし的な感じいやいやいや違いますよ本気で頑張るよって話ですか、ね、ですかエキシビジョン的ななんか、はい、いやいや違いますよ何言ってるんですか何も言って、はい、考えすぎですいやだいぶ熱いですよお、はい、高塚さん出てきましたからねそうですね、はい、高塚さんって読むんですかこれ出てきましたよ幼児かと思ってますよ高塚かと思ってます幼児たけしお、ゴータですねはい、たけし出てきましたよはいでもこのたけし倒してもあれでしょそうです、ね、ダメでしょはい、これではないですね、はい、AT の時ですよ、ね、はいさああれ負けちゃいましたねふんまだまだあれああなしマジかだね今の演出は相当熱かったんですよねそうですね結構厚めでしたけどもねどうでしょうかねよく考えたら今週マイマイのガチ予想ないじゃんということでマイマイねちょっと私どもの研修旅行の方で現在海外に、逃亡中ということで、まあ、どこでしたっけ、はい、イタリアでしたっけそうですねはい、はい、申し訳ないですけど、はい、イタリア語で乾杯ってなんて言うんですかイタリア語で乾杯はいイタリア語で乾杯急にぶっ込まれても困るんですけど、はい、イタリア語で乾杯ってなんて言うのチンチンさんに聞いてください。チン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 。ああ正解です。ああ正解。はい、ああよかった。正解ということで。はい。そうです。びっくりした。チンチンです。それが言わせたかっただけですか。はい。言わせてよ。はい、なん。おーおーおーって感じですけどね。はい、はい、すみません。まあやっぱ七つ柄もちゃんと舐めんじゃねえって書いてますからね。七つ柄にね、はい、中に舐めんじゃねえって書いてありますけどね。はい、名言が出てますんで。はい、そうですね。今日店長走りますねなんか、はい、そうです ねもうちょっと横見た方が横見てこうあ自分ちょっと前で過ぎてるわみたいな ねはいやってくださいあおかしいですねはい、はい、大丈夫ですかねやっぱね、金太郎なるとちょっとあテンションが上がってるということですかね、はい、豊中南は柴田が良かったあ柴田さんは今はどこだっけ小田原でしたかねあ豆柴主任ですかね豆柴主任ですね豆柴主任は小田原ですねはいいらっしゃいますヒラです社員になることができそうですんこれ何の話ですかね今日はマイマイとダディの競馬予想はないのかということで競馬予想はじゃあ東さんと店長にまたやっていただきますかただそんなあれですけどね、はい、もうレースもないですけどねそうなんですよね大きなレースがもうないっていう感じですけどね、はいどうでしょうかラッスンゴレライ何の話ですかね最近サボりすぎたかなラッスンゴレライ聞いてみて、ね、店長好きですよね、はい、ラッスンゴレライラッスンゴレライ知らないですかラッスンゴレライって何ですかラッスンゴレライ、はい、今年流行るやつっすあネタ芸人そうですね芸人さんのネタですかね、はい、全然わかんないすいません勉強しておきますオリラジみたいな感じでしたああなるほどそうですねなんかラッスンゴレライコールが異常に飛んできてますけど、はいはいはい、最近サボりすぎだからなとかそうなんですよね私ちょっとねいろいろね実際に現場の方にはねあんまりこう前ほど行ってないという形で今日は頑張りたいと思いますなるほどですね初めの頃思い出すねということでねいや本当に最初はね2人と MC1 人とね2カメでやるっていうこういうシンプルな配信が多かったんですけどねそうですねはい最近キコちゃん視聴者多いですねよく飛ばされるということでこれよく言われるんですけどねコツとしてはいまいちこうどういう原理でこうなってるのかよく分かってなくてそうですよね何なんですかねプレミア会員の方が増えたんでプレミア会員じゃない方いわゆる無料
登録会員の方は人数が多いと弾かれる可能性があるということなんで、はいはい、でもあれでしょう、2,3000 円とかじゃないと基本行かないぐらいちゃうんですか、はい、いやなんか1000人ぐらいからどんどんなんかプレミア会員じゃない人が結構飛ばされたりとかっていう話が結構あるんですよね、はい、なるほどですね、はい、これどうやったらいいのかな、なんかもしあればね教えていただければと思いますね本当にね、今日は約束しときは松浦一人料金でってことで、そうですね、頑張りたいと思います。仕事中に何してんのよ、ジャイアン強えなってことでね、ジャイアンあの勝ちにくいということですけども、勝てばね印つきますね、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、サルーテ違ったということでチンチンですからね、前々は海外逃亡中ルネサンスで、ルネサンスはねあの乾杯の乾杯温度じゃないからですよね、はい、モチマンはモチマン水曜日に出てきます、ラッスンゴリラ設定はということで、今日設定はこれどういう風になってますか。はい、カズマさん言ってあげて、はあ、そのラッスンゴリラ風で言おうと僕が多分5ですね、はい、5、はい、東さんが 5です、はい、で店長が、僕は6です、店長が6とっていう話です。なんかなるほど、なんかまた東さんが仕込んだみたいで、ああなるほどね、いつもね、はい、同じ条件で66等が多いんですけども、なんかねどうもその閻魔君の時に、はい、僕に1打たして、はい、なんかまあ東さんが6打ってた日があるんですけど、はいはい、それで負けたことにだいぶ悔しさを覚えてるらしくて、なるほどなるほど、はい、ね設定をあの関係のない強烈な引きでね、そうなんです、あの勝っちゃった時があって、今日はどうしてもそうっす、いわゆる一つ下、で、とんがったデダムを見せたいという感じですか。そうなんですなるほど、いいんです。どうですかね、これがコート出るか、あキッズと出るか、ね、京都出るかという、ね、感じですけどもね、どうでしょうかね。足りますよ、はい、やってやるって、こんばんは松浦さん、個人的に相談なんですけど、民主党の細野さんに似てるよね、はい、民主党細野で検索、いやすみませんやめてくださいね本当はね、両方上げ上げですかということで、先ほど言ったように、5と6と、東さんが6と、すみません5で、店長が6という形になっております、はい、YouTube 見なさい、競馬予想は G1 の時のみやるんですねって言われますが、そんなことはないんですけど、まあ、なんかあんまり大きなレースが、ね、ないという感じですかね。競馬も競艇もやるのって言いますが、競艇やったことある人とかいるんですか。この場合僕実は競艇はないですね。あ残念ながら競輪もないです。あ競輪もないということで、はい、暑そうじゃないですか。これねでもさっきの品質の方が暑かったんですけどね、そうですね、ゴーダの方が、はい、でも赤タイトルやったじゃないですか、ね、はい、これ一応星3なんですけどね、はい、一応言うたらさあどうでしょうかね、おあったかいんだから今日罰ゲームは罰ゲームありますよ。おいった見事開脚がすごいですね、今のすごいですね、やってありました、おめでとうございます。はい、男ってのはよ、男のためになら男を張るんだよ。はい、名言出ましたね。女のためじゃないんです。男のために男を張る。これ青菜に書いてある名言ですね。ゲイじゃないですか、それ。さあ、最初の、ボーナスですね、これね、真ん中ですね。いやー、はい、金太郎チャンス直のが良かったっすね。ああね、これ 50% でしたかね。そうですね、1対1の割合なんで、はい、一応。ですね。見事、最初の大当たりは、ボーナスとゲットという形ですね。見しちゃいました、ね、はい、おめでとうございます。はい、ということでじゃあ最初はね、ボーナスの方に印をつけたいと思います。ということで、はい、ビッグボーナスですね。お、昇格しました、青菜に。いきなり青菜昇格、やっちゃった、素晴らしい、ね、青菜昇格ということで、そう、いきなりリーチですね。そら6っすもんあんまよくわからんけど、その基準は設定さ、しかもこれ激アツですよ。あ、揃いますよ、これいきなり揃っちゃうやつですね、はい、拳が揃うと AT 確定。あれ、あ、揃いましたね、目押し、目押しミス、目押しミスっすね、目押しミス。でも今金チャンス出ましたね、揃いましたね、完全にね、はい、今のキャラ激アツですよね、はい、はい、誰が誰か分からへん、素晴らしい、いきなり AT も確定ということで、もう印つけておきますかね、 AT 当選もね、やったって、はい、素晴らしい、いきなり印が一気に3つついたという感じですけどもね、店長やったねとかね言われてますけどね、激アツやでこれ、はい、ドワンゴお金欲しいんやろ、あ、そうなんですかね、ニコ生側の追い出しでしょう、気に入られると少しマシになるよってこと、あ、お気に入り増やしていただければと思いますので、ぜひねお気に入り登録していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします、ダンソンありがとうございます、あったかいんだから小文字の B ですかってことでね、片方が小文字の B ということになっております、ラスゴリラって何ですのって言われてますけどね、すみません、俺もよく分かってないんで、何ですのって言ってる時点でもう知ってますね、はい、分かってますね、あ、そうなんですね、分かってますね、ちょっと待ってちょっと待って、はい、お兄さんってやつ、あ、それ、そっから分かんないですよ、はい、でも僕はおかずクラブっていう方が好きですね、へー、はい、いや全然分かんない、ちょっと調べてきます、はい、
大体ね、あの年末にあの、はい、ナイナイの面白そうっていう、はい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 、はい、ブルーナイのやつあるじゃないですか。あの新人の芸人さんが出てこう、はい、ネタ見せみたいなするやつね。そうなんですよ、はい、あれで大体皆さんね、はい、そういう新ネタを仕入れてくるはず。なるほど、そこで面白かった。そうですね、感じなんですかね。エレキテル連合が売れたやつですね。なるほど、ありましたけどね、ちょっと待ってちょっと待ってお兄さん、 ありがとうございます。書いていただいてね、はい、あれ東の液晶小さくない、あ顔がでかいからかって、ね、ありがとうございます。ツジェルどこに行くのってことで、ツジェルのね移動の先の店舗はまだ言っちゃダメなんですかね。わー、それましたね。一番弱いカットインで、そうですね、金チャンス。一応ね、まあ、もうちょっとしたら発表できると思いますので、正式に、ね、発表が出るまでもうちょっと、ご容赦いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、本当だ、民主党の細野さんにそっくりです。あ、そうですか。新山記念を予想すればいいだろうとか、ね、言われてますけどね。あ、新山記念ですか、はい、明日の競輪も予想してくださいって言われてますけどね、どうでしょうかね。2人とも SP なしのゼロラインの時はビンゴの設定した松浦さんが何かやるんですねということで、あ、それは全然いいですけど、今もう店長がねだいぶいいところまで来たんで、今日はビンゴ出るんじゃないかなって感じですけどね。細野あったかいんだから、細野似てるな、3回飛ばせると見るのをやめてますってやりますけどね。ぜひ、まあ、あの有料登録、ね、していただければ快適に見れるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ダンスさんありがとうございます。でも JP の競馬の買い目ってうまくしたら当たってるよねってことで、残念ながらね外れてしまったって言ってましたけどもね。どうでしょうか。ボーナスからの金チャンスへの確率は何パーセントということで、ボーナスからの金チャンスの確率っていうのは一応ガイドブックに書いてあったのは、はい、あれですね、赤ななですと 40%、はい、青ななやともうなんか超 高確率じゃないですけど、ほぼほぼいただきみたいな感じなんですかね、はい、高確率で金チャンス当選って書いてますね、はい、ってことで見事店長は青ななに昇格して、今金チャンスゲットという形ですね、なっております。今来ました店長ゲイなの、そうですよ、裸足なんだし普通っすね、はい、あ、ゲイではない、ゲイではないっす。あ、そうですか、ゲイではない、はい、バイセクシャルです。あ、バイセクシャル、はい、あ、両方ともいけるということですね。いや、そんなこともないですけど、あ、そんなこともない、はい、どっちなんでしょうね。細野の言ってたらめっちゃ笑うんだ。お、これ揃うとどうなるんですか、中でストックするような、あれですね、1セットずつストックなるんですかね。今でもう3セット、3セットありますですかね、はい、1個くださいよ。いやだよ。いやでも本当ね、それぐらいのレベルですけどね、どうですかね。これがロキの挙動かってねやってますけど、ね、8.6 秒バズーカ、ラッスンゴレラは地球以外にも知的ん地球以外にも知的生命体っているの、はい、誰のでも知ってますよね、あれのことです。いやただ一つ聞きたいのは、はい、あれですけど、あれですか、前々日とか前日とかの放送でラッスンゴレラに出てきてないのに急に今日出てきてるパターンですか、これですかね。はい、ってことはなんか店長なんか他の店長にラッスンゴレラ言いました。いや全く言ってない、ね、おかしいな。昨日の放送ではとりあえずラッスンゴレラって話は一切なかったなかったんです、ね、あ、昨日はどうなあったのかな、わかんないですね。あの昇格の事態が気に入らないということで、俺と全く同じこと言ってる方いらっしゃいます、うん、本当に、ね、目を敷いて C な見たことね、気の抜ける昇格って表記やなってことでね、なんかこうほんわかしたね昇格の文字でしたけどもね。ハード店長松浦みたいな見押ししないでよって言われてますよね、はい、はい、あ、修羅場ですね、いきなり修羅場行きました、ね、修羅場も結構熱いみたいですけどね。AT 当選の確率はどれくらいなのということで、通常時からは完全に 50% 50% 振り分けはね 50% 50% という形になっております。冗談だから確定冗談でも外れると、そうですね、温かいんだから笑ってはいけないの後にやってたと思う。あ、そうなんですね、裸足なんだしお前を守る、詳細は来週の森口放送を楽しみにということで、そうですね、来週の森口の放送で、その辺を告知できればしたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。最近のハード店長の競馬予想は少しも当たっていないって言われてますけども、いや最近というか初めから1回も当たってないです、1回も、はい、1回も当たってないです、ね、はい、誰一人1回も当たってないっていうね、そうです、はい、感じですからね、ありえねえって言われてますけどね、はい、どうでしょうかね。そうそう、青7を3回スルーしたのは低設定のせいですかという方いらっしゃいますけど、青7で3回スルーとかあんの。これですか、僕もでもプライベートでも打ったんですけど、はい、2回引いて1回はスルーしてます、はい、あ、そうですか、はい、1回はさっきみたいに3回揃いました。なるほど、青7でもまあまあ確定するわけではないという感じで、結局レア公約引かないと、あ、なるほど、はい、カットに出ないので、なるほど、まあ今ね店長見事3回ゲットという形ですかね、なっております。松浦はホモだよ、ありがとうございます逆ハサミは中押し確定もありましたよねということで、一角とかあったんだっけなんかね、じゃあこの方ちょっとハサミでやってみましょうか、はい、申し訳ないです、はい、中ウェイ、サラキンは4号機時代から触ってないので面白さを教えてくださいという方いらっしゃいますよ。いや今の見てまだ面白さ分かってくれないですか、はい、やっぱりこの AT 中のビッグ、はい、引いてからちょっと面白さやっぱ分かってきますので、そうですね、
そこからまだエクストラ BB とかね、はい、はい、その辺をお見せできればという感じですかね、ラッスンは931にお任せ、裸足なんだし、チューウェイの足はマリオネット、チューウェイの足はマリオネット、 ありがとうございます、はい、昨日は通常時の面白さを教えてくれたよってね、いう方もいらっしゃいますけどね、そうします、頭きた足は南コンパスおじさんです、ありがとうございます、なんかいろいろ ねネタコメントどんどん書いていただいてますけど、ね、新ネタは続々と出てきてますね、はい、ハード店長、はい、レッドドラゴンって何か知ってる、昨日松浦がレッドドラゴンに行っちゃう TV やってたのということで、そうなんですか、あのレッドドラゴンって言ってなんか東京に AV 女優さんだけのキャバクラがあるみたいで、はいはいはい、いや僕も名前は聞いたことあります、あそうなんですか、はい、で俺全然知らなかったんですけど昨日視聴者さんにね教えていただいて行ったんですか、いやいやいや行ってないですよ行ってないですよ、あの確かにクソ高いって聞きますけどね、なんかね1時間1万円だったかな、はい、はい、なんかねそれで、AV 女優さん、いわゆるセクシー女優さんが近隣のお店にその、はい、ゲスあの来店するっていうね話をしてて、はい、会いたいねみたいな話をしてたら、はい、じゃあここに行ったら会えるよみたいなコメントでこう教えていただいたんですよ、はい、レッドドラゴンっていうね、キャバクラがあるっていうのを、はい、それでこうね思わずこうかぶりつきでこう見てて、おすげえすげえみたいな感じで会いに行きたいなみたいなね話をしてたんですけど、松浦さんって何の話してんねやろな、こっちは真剣にスロットしてる、こっちは真剣にスロットの話してる、店長は知ってるんだよそんな教えられなくても、レッドドラゴン多分あれ結構有名、超有名な人働いてるんですよね、いやいや働いてたりもするって言って、いやトゥデイズキャスト見たら全員知ってる AV 女優さんだったんで、はい、びっくりしましたみたいなね、はい、結構何でしたっけね、おねだりマスカットとかそうそうそうようやってた時に、はい、そこら辺のメンバーが結構働いてるっていうのは聞きましたけどね、はい、びっくりしましたけどね、はい、ただ松田さん僕ね、はい、酒飲めないんで、はい、キャバクラ行かないんですよ、あまあでもあれ別に飲めなくても面白くないか、ね、いや面白くないかでもね、はい、行って飲めないとええみたいなね感じになるかもしれないですね、お付き合いでしか行ったことないですね、あなるほどね、はい、ということで残念ながらレッドドラゴンは店長が行けないということ で、そうです、じゃあ東さん行きますか2人でね、そうですね、はい、くっそえ行きたい、行きたいっす、あ行きたい ね、 ですよね、青は 70% でしょってありますか、あ 70% なんですね、 70% だいぶ高いですね、はい、豊中南はセカオア推し、今日サラバンで設定6確定出たよという方いらっしゃいますね、これありがとうございます、はい、今日最後にラッスンご依頼をハードと東でネタ頼むわってなってますけどね、いやあれ正直結構体力食いますよ、ああそうなんだ正直1回しか見たことないんで分かんないですよ、はい、ああそうなんだ、練習が必要かもしれないですね、そうですね、はたまたそれ以外のステージのレア率差が違いすぎるよね、そうなんですよ、なるほど、ステージさっきの修羅場もかなりボーナス当たるんですけど、はい、ここはもう全然当たらないです、ステージによって、はい、レア役とボーナスの、確率がかなり変わってくると、そうですね、いう感じですかね、ボーナスの確率がもう全然違う、ボーナスの確率が全然違うということ、はい、一番上の天王山で、4.2分の1でしたっけ、そうですね、でしたかね、はい、はい、というゲーム性になってますけどもね、どうでしょうか、ただいま久々に1日フル稼働したら左腕痛いぜという方いらっしゃいますけどね、おどうだったんですかね結果 ね、 そうですね、見事大勝利だったらねいいですけどもね、東さんの金太郎はサボりまくりですね、そうですね、東の金ちゃんはサボってますね、全然働いてないですけどね、そうですね、全然喧嘩もしないですからね、はい、アスカキララ見たいわという方いらっしゃいますね、松浦さん下水は松浦の青春が瞳リンってこともバレたよねってことで、そうそう、瞳リンっていうか、はい、瞳レンっていうね AV 女優さんがいるんですけど、いるんですか、そうそう、それがトゥデイズキャストとなってて、うわ懐かしいみたいなね話をしてたんですよ、です、ね、はい、じゃあまあ続きますんで、はい、素晴らしい、はい、続きますね、これ1セット何ゲームでしたっけ、50ゲームですね、50ゲームですかね、とりあえずあと2セットぐらいは確定してるという感じですかね、そうですね、はい、松浦引くわ、レッドドラゴン探しとか引くわってね出てますけどね、今日は出てるんって言われてますが、これは何の話ですかね、何なんでしょうね、何とも出てますよ、出てるということですね、はい、サラリーマン金太郎は、神戸調査とかも導入は全部で何台でしょうか、はい、15台になります、ね、15台ということでね、はい、たっぷり入っておりますんでぜひね、まあ、まだまだ寝台という形ですけどもね、遊びに来ていただければと思います、はい、以上木曜日が寝台初日ですので、はい、まだ3日しか経ってないです、ね、あなるほどなるほど、まだまだね打ってない方もねもしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、ぜひこれ見ていただいて、はい、遊びに来ていただいたらいいんじゃないかなと思いますね、暑そうですね、ホモじゃないの、暑そうですね、あ扉赤、赤い扉、赤い赤扉、この前も言ったけど、ね、茜蛍と合コンしたぞ、いちごミルクもいたよ、羨ましすぎるなそれ、はい、今レインボーでしたね、当たりました、あレインボー、さあどっち行くかですね、そうですね、さあ成功で、あレインボーですね、ボーナス行くか金チャンス直撃するか、金チャンスね、AT 直撃ですね、おめでとうございます、仕事してます、AT からのスタートという形ですね、
松浦離婚まだまだですね、塩引き赤根ほたウーロン茶でいいじゃん、松浦浮気まだ、放尿してもらえよ松浦嫁芸京子、俺らにはエンデック所属のソラリンゴ嬢がいるから震え声って言われてますエンデック所属の、はいはい、どうですかね松浦さん、正月から嫁との離婚の危機だった話を店長と東にしてようと。あ、そうなんですか。いやーまあね、そうですね、そうかそうじゃないかって言ったらそうですね。あ、言ってくださいよ。いやなんかいきなり年明けて1時ぐらいに寝ようとしたら、はいはい、まあ座りなよみたいなこと言われて、はい、これからどうすんのみたいなこの仕事をずっと続けるのみたいな話、なんか今さらすか、そうそうそう、今さらすし始めて、はい、年明け1時間ぐらいで、はいはい、まあまあまあみたいなね、はい、あのなんとかこうお茶を濁して帰ってきたって感じで。なるほどですね、はい、危なかった。大丈夫です松原さん、はい、松原さんいない間にもう、はい、ゲスパワー神戸っていう新しい会社ができてますんで。え、ゲスパワー神戸。はい、ゲスパワー神戸です。あ、ゲスパワー神戸、はいそうなんですか、はい、新しい会社ができてますんで。あ、そうですか、はい、え、その会社は何する会社。エンデックスも今のところ乗っ取るところですね。あ、なるほど、配信を、はい、そうです、あの自分たちでもやっちゃうっていう感じですね。そうです。あ、なるほど。いや大変でしたけどね本当ね、重いとかね言われますけどね。いやそうなんですよ、重いですね、はい、浮気がバレたんですよね。そうそうそう、なんでだよね。なんですか、ピン太郎のためにこの仕事辞めてって言われてるんですか。いや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 、まあ子供もね、ほとんど構ってあげれないような状況で、はい、いつまでいつまでこういう状況続くんですかみたいな。なるほどですね、こと言われて、いやいやすいませんみたいなはい感じでしたけどもね。選択肢はいろいろあるよね。いやよく知ってね、うちの名言そうなんですかね、はい、怖いですね、松浦さんも前々もギリギリを行き過ぎだって、ね、言われてますけどね。まあそうなんですけど、なんかそんな話出てますよね、はい、前々さんの方。前々も前々でね、なんかなんか視聴者さんが言ってますね、なんか、はい、軽く持ちかけられたみたいな、はいはい、続けんのやめんのみたいなねこと言われたらしいですよね。そうなんですか、はい、難しいところですね。正論ってやってますか。正論なんですよね本当にね、どうでしょうかね、明日設定入っていると信じて打ちに行きますということで、ぜひね遊びに来ていただければいいんじゃないかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、潮吹きの草分けだよね赤根ホタルそうなんですね。ダメよダメダメよは終わったなって言うんですよね。あ、一発屋なんですかね。行く行く行く一緒に行く、ビタベタピンヤで戦コレ2の導入っていつ頃ってことで、戦国コレクション2は3月の機会ですね。まだまだだいぶ先だった感じですよね。そうですね、はい、KPS、KPE さんですかね、はい、はい、まだ多分展示会とかもしてないと思いますけどね。ですよね。おっと、これは強チャンス目でいいんですか、ね、これはあれですね、金チャンス目ちゃうんですか。金チャンス目、あ、3つ揃うと金チャンス目ですからね。激アツですね。激アツ、はい、お、いいケツ、熱い、いいケツ、そっか、いいケツ、あ、すいません、今顔が全然取れてなかった、はい、あ、なるほどですね申し訳ない。あ、確定って言われてますけど、ボーナス、お、どうでしょうかね。おー、わー、おーっと、でかいヒョウ柄ボタン店長が押す、店長が勝手に押す。いやね、やっぱり、ね、ヒョウ柄は押したくなるんですよ。あー、なるほど、はい、勝手に押された見る間もなく押された。でかヒョウ柄ボタン、ショックだわ。お、まあ、これも熱い、結構出ますんで。そうですね、はい、あー、揃いましたね、おめでとうございます。あ、出世街道来ました。出世街道チャンス来ましたね。出世街道チャンス、さっさっさっさ、さあこれまたボーナスか上乗せかというとこですが、1ゲームでもある、割って10、プギャーってやってますよね。天王山行けーってやってます。お、デカプッシュ、お、20、いや天王山みたいですね。そうですね、ボーナスですね。あ、ボーナスですね。逆回転はボーナスということで、あ、7です、赤ですね。終わり、しょべえな。30ゲームと、お、青7になりましたよ。お、昇格、おお、素晴らしい昇格、おめでとうございます。ちゃんとした感じですね。なんかそう、こっちはね、いい方なんですよね、ということで、いや、東さん調子いいですね、見事。これで青七昇格もゲットということで、いい勝負ですね。そうですね、印3つずつという形で、あ、違うわ、東さんボーナスも入ったね、これ4つか、これでね。いや、東さん今これダブルリーチですね。あ、トリプルリーチですね。あ、なるほど、はい、なかなか出世街道チャンスいかないですよ。そうですね、はい、出世街道素晴らしい、お見せしてるんじゃないかなって感じですけど、はい、そうですね、素晴らしい感じですけども、
さあ、あとはなんだ、天王山、高塚さチャンス天宝山、天宝山、はい、もう、ビンゴという形ですけどね、なっております。激圧、おっと、でかい、これも熱そう。なんだ、何来る、まあ、多分あれですけどね、あの、はい、やつらが出てきますけどね、3人、あ、対決ですかね、はい、あ、できるかも、来ましたね、はい、対決ですね、あ、一番強いやつですね、そうですね、揃うかな、激圧なんで揃いましたね、揃いましたね、で、一番弱いやつですね、はい、10ゲーム、うん、決戦、さあ倒して、はい、ライダーキックハイリーの赤七とライダーキック出ましたね、はい、なめんじゃね、素晴らしい、おめでとうございます。ユキナニキコーナーありがとうございます。秘宝殿そのままやなと思いますが、秘宝殿って感じですね。ゲーム性何が近いですかね、どうでしょうか、今年一番のクソ大覚醒したやつ打ってるよって言ってますが、いや、全然いいですよ、いや、まあね、はい、絵は確かに気に食わないんですけどね、ゲーム性は悪くないですね、いいと思いますよ、絵が気持ち悪いっていうのは認めるけどね、どうでしょうかね、N か風俗との副業を認めてるのか、ソラリンゴのということで、ソラリンゴちゃん風俗で副業してるのかどうか俺は知らないですけど、そうなんですか、まあ、別にしてても全然問題ないです、はい、通りでメタルキングマックスの付近をうろうろしてるわけですね、そうですね、はい、結構ラブホが、ね、いっぱい集まってるわけですけどね、はい、マイマイ城もいるんでしょうということで、マイマイは今日は、海外に行っています、海外の方で、はい、はい、日本であれは名機や、東さんおめえやっと仕事始まったねってことで、そうですね、今ちょうど始まってましたね、浮気がバレたんですね、思い、松浦さんの仕事夜遅いもんねってことで、まあまあそうですね、完全に昼夜逆転の生活ですけどね、月日だ、選択肢はいろいろあるよね、その時点で会うくらいですね。店長の髪型は誰を意識してるのって言ってますが、髪型ですか、はい、今日はもちろん矢島金太郎っす、それ矢島金太郎ヘアだったんですか、はい、そうです、あ、全然気づかなかったですけど、ね、まあ僕も気にしてなかったっす、あ、今言われてね、なんて必死に行こうと作ってたんですが、はい、まだまだということで、はい、ただ青色っす、あ、はい、こちらの一応光もあれなんで継続率示唆をしてますんで、はい、青ってことは一番最低です、あ、50でしたかね、一番下、はい、まあ、分からないですけどね、はい、まだ示唆するだけなので、なるほど、一応 90% とかがあるんでしたかね、上の方だと、ね、そうですね、はい、さあエクストラ BB 何連させることができるかという感じですけどね、カットインの時に逆ハサミ押しや中押しやってって言われてますけど、中押しやってみましょうか、じゃあ、はい、どうなるんですかね、カットインの時ね、一角とかがあんのかな、嫁正解、嫁はこの配信見てるのってことでね、うちの嫁さんたまに見てるらしいですけどね、なんかね、はい、店長久しぶりに神戸に来た松、年春にいつもの詩吟で吟じて、いやーやっぱりね、はい、吟じると思いましたよ、はい、吟じるんですか、はい、じゃあできたら言ってくださいね、みんなも好きなパイパイ早い早いパイパイバイバイ意味が分かんない何なんですか、あのね、はい、あのタイミング今吉本タウン出てるじゃないですか、はいはいはい、あれで天心決まり出てくるんですけど、はい、だいたいバイバイって言って、ね、最後に、はい、テンパイとかそういうパターンでいくんですよね、なるほど、かいっぱいとか、はい、雑とかに言われてますけどね、そうですね、今の、はい、今のツッコミおもろかったっすね、見に来て早々なんだこれってね、霜多いな、わらわらわらって、いやいやいや、はい、なんかね、松野さんがね、はい、霜の話しかしないですからね、いやいやいや、そんなことないですよ、はい、霜の話なんかしたらレッドドラゴンぐらいですけど、そうですね、はい、どうでしょうかね、ありがとうございます、おちちありがとうございます、これ設定6でも出ないんでしょって言われますが、いや設定6でも出ないとは限らないですよね、そうですね、まあその継続率いいやつ引ければね、結構伸びる、出玉も伸びるんじゃないかなと、はい、そこで、まあ、ただやっぱりそこの引きが結構重要なところあるんで、そうですね、はい、はい、いやスペック的にはね、確かにちょっと入り口狭いというか最初の剛性が低いんで課題かもしれないんですけど、中入っちゃえば結構面白いんじゃないかなって個人的にはね思いますけどね、そうですね、1000倍ぐらいの波は結構簡単に出るので、はい、そうですね、感じですけどね、はい、どうでしょうかね、まだまだ来ました、おー来ましたね、今で3連ですか、今3連目ですね、お、見事東さんも揃いましたね、お、また来ましたね、はい、松村さん、松村登場、松村さん、前々の旦那はよくイタリア行き許したなってことで、そうですね、間違いないですけどね、お、10ゲームの
て決戦ですかね。確定やのボーナス素晴らしい決、合同上乗せか。さあライダーキック入ってボーナスですね。お見事。アズマがハーハーしてる。天王山いて、サラリーマンの舐めんじゃねえ、サラリーマン子舐めてくる、やめてくださいね。リーチ4回。いや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 、はい、今普通に言うたじゃないですか。言ってないです、言ってないです、言ってない、言ってない、コメント読んだだけ。言うたじゃないですか。アズマさん天王山と言ったのに松浦さんスルーで、そうですね、はい、ボーナージャイアント合わせて鉄拳だろう。ちょっと12秒前ぐらいのセリフもう一回言ってください。え、12秒前ぐらいのサラリーマンの舐めんじゃねえ。なるほど、はい、サラリーマン、あ、もう一応やめときましたね、これね、はい、はい、お願いしますよ、本当。用語の使用がないケース代とかって言われますが、そうですかね、そんなに、まあ、なんですかね、金太郎の名前、確かにね、あの、4号機とか知ってる方からしてみたら、物足りないっていう感じはあるかもしれないですけど、単純にこういう代だと思えば、そんなに悪くないんじゃないかなって、個人的には思いますけどもね、そうですね、はい、どうでしょうか。ああ、中押し一角があるということみたいですね、どうやらね。いや、カットイン出たとき、おお、まだまだ続きまして、今で5連、5連、おお、見事5連、素晴らしい。店長がこれで5連ということで、横一列ビンゴ当選ということで、おめでとうございます。やりましたよ、素晴らしい、激アツやね、これ見事エクストラ BB。 まあ、なんですかね、昔のサラリーマン金太郎もそうですけど、こうやってちっちゃいボーナスをこう結構続けていくみたいなね、ゲーム性が、そうです、はい、うん、ありますからね、うん、その辺はちゃんと継承されてるという感じかもしれないですよね。揃いました、お、揃いましたね、宇宙ゲーム、見に来て早々なんだこれってね、やってますけどね、どうでしょうか。店長ひどいわって、ね、本家のパクリか、奥さん見てんの、あの時よりは選択肢増えてそう。そうですね、サラリーマンの舐めんじゃねえ、読むなよ読むよ、書いたら書いたら読むよ、その、松浦読みを愛してるのか、愛してますよ、そんなね、この歌かっこいい。東なんで女のものは言えて、男のものは言えて女のものは言えないんだ、わけわからんよな。ああ、どうです、チンチンは言えるけどあっちは言えないみたいな。まあ、僕は乾杯しか言ってないですけどね乾杯、はい、イタリア語で乾杯しか言ってない。ああ、イタリア語の乾杯はね、はい、チンチンということで。そうです、はい、なってますよね。なめんじゃねえとか言ってたじゃないですか。なめんじゃねえ、これここに書いてあるからですよなめんじゃねえは別に問題ないですよね。私はニコ生と恋愛がしたい、はい、これ金太郎の名言です。ああ、そうですか、はい、ちょっと意味が分からないんでスルーしますけど、ね、はい、東、彼女できた、東って言われますよ。なんすか、彼女できたって言われてますけど、なんですかそれ。え、 なんすかそれ。東さん、マイク入ってる。え、入ってます。なんか遠いですね。なんか、あれ、ちょっと喋って。おー、2番果てしない。まあ、なんでクリスタルキングがやったのかの意味が分かんないですそうですね、本当に。さあ、まだまだということで、東さんも続きますね。はい、続いております。松浦さんの罰ゲームも回避です。店長ナイスリュープですって言ってますけどね。今日は松浦さんの顔出しはなしってことで、顔出しいる？顔出し NG ですか？いや、別に NG じゃないんですけど、はい、いらない、いら、いるんだったら出しますけど。みんなでも松浦さんの秘密の小窓を見に来てるんじゃないんですか、はい、あれがそんなに見たいと、はい、あ、ちっちゃくあのね、こっそり覗き部屋みたいな感じで。そうですね、あ、はい、あ、じゃあ出しますか、はい、出しておきます、はい、ちっちゃく出してくる、今日はね。はい、じゃあこんな感じで秘密の小窓からね、本日もお送りしておりますんで、よろしくお願いします、はい、フリーザさん調子いいですねってことで。そうですね、店長かなり今調子いいね。今で何枚ぐらいですか。今で704枚ですよ。あ、もうあっという間に700枚オーバーということですね、はい、私の戦闘能力には全然到底及びませんよフリーザさんの戦闘能力は 、はい、何ポイントぐらいですか。はい、私今最終形態になっていますので、はい、まあ、200万ぐらいはありますよ200万ぐらいということで、あ、じゃあ今日もね200万目指していただいて、はい、おーっと、東さんまた揃いましたね、素晴らしい。お、ゴーダたけし、たけし来ません、たけし撃破でこれ印つきますよ。この姿になった俺はそんなに優しくはないぞ。そうですね、お、さあ10ゲームからのたけし撃破、いく、あ、撃破できない、こいつ強いわ、こいつは強い、残念、伸びたってね、やりますけどね。あれ倒すと印つくんですが、ちょっと伸びたのくせに、さすがに強いですね、あれね、強いですね、はい、サバナ高橋調子いいねって言われてます、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、東さんあれからマチコン行ったのって言われますけど、あ、行ってないっすわ。あ、行ってない、はい、行きたいとかねいう話でしたけどね。行きたいっすけどね、はい、なかなか、まあまあ、うん、楽しい人は楽しいんじゃないですか。あ、え、はい、それなんですか、それもうなんか悟ったみたいな俺は行きませんみたいな、なんかね、もう一回行って以来なんかあれっすね、はい、もう悟り開いてるような感じ。あ、そうですか、あんまり合わなかったと。いや、ワイワイできるんで僕好きは好きなんですけどね、はい、あんまやっぱ一人で行くもんじゃないなっていうのは。ああ、そうですか、はい、お、30ゲームも乗った。
でもみんなアイドルって一人で基本一人で行くんじゃないんですか。そうでもない。やっぱ2人とかばっかでしたよ。ああ、そうなんだ。バチコンは多分友達連れて行くんじゃないですか。ああ、そういうもんなんですかね、はい、ああ、ということなんで、どうですかね、視聴者さんでね、マチコンとか行ったことある方いたら教えていただきたいなって感じがしますけどね。あずまチコツ、ええ声で歌いましたね、手で目線だけ隠してるんですよね。何の話ですかね。入ってないよマイク。あ、入ってます。今ちゃんとね、聞こえてますからね。大丈夫ですよ。ありがとうございます。細野と比較したい。キャーホモの松浦だ。松浦かわいい。さまざま高橋調子いいね。そうですね。ありがとうございます。はい、質問。好きな AV のシーンは、俺は OL の接客で取引先のものを慰めるやつ。何の話ですか、本当に。ありがとうございます。あ、松浦さんの今趣味かと思ったら違いますよ。松浦さんの趣味ですね、はい、そういうコメントですね、はいはい。日に日にむくみがひどくなってる。松浦病院行った方がいいぞと。本当むくんでる。太ってんじゃない、単純に。どうですかね、ゴーダのパワーは強いよねってことで。そうなんですよね。ゴーダの張り手ですかね、突っ張りですかね、めちゃくちゃ強いんですけどね。今年はドラゴンボールの映画にフリーザー出てくるよねってことで、なんかドラゴンボールね、フリーザーの復活する話が、そうですね、映画になるみたいな、ね、話でしたけどね。復活の F ですからね。あ、復活の F でしたかね。楽しみですけどね。あ、震えている。お、ボタンバイブ震えている。お、さあ成功で、これでどっちですか。あ、ボーナスですね。クリリンのことか、ジャイアン強いな。そうですね、細野に似てる。マツーランのマイマイの話を聞いて、結婚に希望を感じられなくなってんねんということで。あ、東さんがですかね。いや、そんなことないですけどね。あ、まあ結婚いいよ。あ、俺がいても説得力ないですけど。なるほどですね、はい、ね、結婚した方が1回ぐらいはしとくのもいいんじゃないかなと思いますけど、ね、はよ、子供欲しいんですよね、はい、あ、子供がね、好きっていう方もね、そうですよね。そうなんですよ、子供大好きなんですよ、僕は。い、はい、女の子、男の子、どっちがいいとか。あ、どっちがいいですかね。どっちがいいですか。あ、迷いますね。あ、迷う。いや、単なロリコンなだけですよ。え、自分の子供ロリコンって。でもね、はい、スタッフの子供を何回か見たことあるんですよ、はい、アルバイトスタッフのね。はい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 、ずっと遊んでますからね。へえ、ほんまに。何歳ぐらいの子供これ。5歳ぐらいですかね。ああ、5歳ぐらい、はい、へえ。お、出世街道チャンス行きました。来ましたね、出世街道。おめでとうございます。やったね。いや、素晴らしい。今日は印つきまくりですね。店長これかなり調子いいですが、店長は残念ながらまだ、ビンゴはなしという形ですけどもね。あれ、僕はビンゴしてるんちゃうんですか。店長はね、まだビンゴはないです。あれ、はい、あれ、店長さっきビンゴエクストラ BB5 回行きましたけどね。ああ、失礼失礼失礼。店長は、ワンビンゴか。あ、失礼失礼、申し訳ない。頼むよ、松浦さん。お願いしますよ、ほんと。サバンナさん、すいません、本当に申し訳ないです。店長は今ワンビンゴですね。で、東さんがビンゴなしか。そうですね、そうです、はい、申し訳ございません。大変失礼いたしました。夢見る前に現実見ろよ。ありがとうございます。嫁さんにバイク売られかけた松浦が結婚の話してもらってな。もう売ってますよね。そうそうそう、売られかけたじゃなくて、完全に売られたです、はい、しかも売られたっていうよりは、はい、自分で売ってこいって言われて、オークションに出品させられたってやつです、ね、はい、申し訳ないです。なんだこの楽しそうなゲームは。あ、風船割るやつですね。キャバクラです ね、 ね、松浦さんが夜な夜なやってるやつです。いやいや、やってないよとね、はい。ジャイアン倒したらどうなるのってことで、ジャイアン倒したら、上乗せかボーナスかという感じですね。ボッチで寂しい思いでした。で、マチコンは場所によっては登録条件が2人以上だったりするよということで。あ、そうですね。あ、1人では行けなかったりする場合もあるということなんですか。そうなんですね。大体2人とかが多い。あ、そうなんですね、はい、なるほど、全然知らなかったですね。店長、アルシンドのモノマネやるんですか。アルシンドになっちゃうよ。懐かしすぎる。ありがとうございます。よく出てくれますね。すごい。僕でもどっちかというと、はい、あれですけどね、はい、J リーグカレーのラモスの CM の方が好きですけどね。子供全員ね、ラモスのやつですね、ありましたけどね、はい、懐かしいですよね。店長、松浦さんが味覚障害になって辛さを感じなくなったみたいだから助けてあげてってことで。そうなんですか。いや、まあ唐突すぎるコメント入ってますけど、はい、まあそうですね、感じるか感じないかっていうと、はい、なかなか感じにくくなったような気は確かにします。不感症っすね、はい、時間がかかるような、ね、感じは確かに。前よりデスソース食ってももう大丈夫ですか。発症するのが遅いみたいな感じですけどね。なるほどですね、はい、発症する、発症するね、はい。結婚いいよってすごい棒読みに聞こえた、わらわらってね、やってますけどね。いや、どうでしょうかね。これが6の挙動だな。遠隔もプラスかって言うんですけどね、遠隔できるんだったらやってるっていうのはね、
ボーナス中もあるんか、遠隔なんてねえよ、松浦の裏ボタンだよ松浦の裏ボタンってなんだよね、本当に。東さん、カメラ目線ください。反対ですね。あ、こっちか。はい、ありがとうございます。はい、はい、これでいいのかな。そもそもマチコンって何するんやって言われますけど、マチコンって言ったら合コンのでかいバージョンみたいな感じですよね。なんかそんな感じなんですかね。あ、違う。なんかまあまあとりあえず最初はこうすごいランダムな感じで、はい、あの立食みたいな感じだったんですけど、はい、でなんかお酒飲みながらなんかちょっとフリートークというか自由時間みたいなんで、はい、でなんか途中ぐらいからその主催者側のなんかゲームみたいなんで、はい、なんか入るときになんか変なプロフィールみたいなの書くんですけど、はい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 、なんかその裏になんか何々書いてるんで同じ人探してください。あ、なるほど、はい、でそれが女子と男子で分かれてるんで、はい、でこうなんかあ自分同じやんみたいになって、あ、ちょっとしゃべるあれになるんですよね。きっかけになるみたいな。へーっていうことをするそうです。基本的にあれで、その彼女を見つけたいとか彼氏を見つけたいとか結婚相手を探してるみたいな人が、はい、まあでしょうね、前提なんですかね。あとはもうほんまにチャラいやつ、チャラいやつも何人かいましたけどね。ああ、そうですか、はい、じゃあ基本的に俺はもうこう行く資格がないということでいいんですかね。行く資格がない、じゃあ結婚してる人間、結婚されてるんですか。はい、はい、いや別に楽しもう思ったら楽しめるんで、ね、ああそうなんですか。ということは僕みたいな硬派な人間が行ったら浮くっていうことですかね。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ラン、遠隔ってありますか。ないです。まああるかないかというとあるけど、会えたらすごいよね。出会えたら奇跡レベルの ある具合ですね。松尾さんが煽り出しましたね、はい、ついに。遠隔論破放送ね、本当にね、こういうコメントが来たらね、また遠隔論破放送やらないといけなくなるんで、やめてください、ね、遠隔あります、はい、ありますけど、であれでしょう、なんか、はい、店名言ってくださいよって松浦さんが土下座したら言わんと消えるんですよ。そう松浦が謝ったら、はい、その俺が食らった店を言うとか、はい、はい、その情報ソースを明かすみたいなね、はい、いう人がいたんで、じゃあ謝りますよって、ね、茶化してすいませんでしたって言って、こう真面目にちゃんと謝って、はい、言ったら結局言わずに逃げちゃうみたいな。なるほどですね、はい、そんなばっかりなんですよね。え、あ、店長今これ1000枚オーバー、今1000枚オーバーになってます。来ましたね、おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。今日はちょっとすごい勢いで印がついておりますけども、あ、これがいいとこなんですよ、金太郎の。そうですね、金太郎愛が今日は感じられる放送になってますね、はい、店長ね。さあ、素晴らしい。焼肉焼いても家焼くな。治療が、夫婦生活の不満の原因ですね。バイク売られましたよ、わらわら、ありがとうございます。バン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 さんか、懐かしいな、ね、はい、焼肉焼いてもですね。そうですね、18禁の影響ですか、松倉さん。まあ18禁というか、いろいろやってる影響なんじゃないかなと思うんですね。年取って刺激に鈍感になったんじゃないの。質問、みんなが好きなシーンは、俺は不感症の人妻をマッサージで開発するやつ。知らねえよ、何の話だよ、本当に。僕その一つ前のその年春刺激に鈍感になったのっていうのをちょっとなんか欠けてるんかなとちょっと気になってますけど、ね、いや全然関係ないと思いますけど、はいはい、かなりマニアックですね、今。ありがとうございます。松浦さん、錦織圭の愛車ジャガーだよ、お揃いですね。あ、そうなんだ。そうなんですか。鈴木のジャガーってこと。いや、ジャガーのジャガーではないと思います。ジャガーのジャガー、はい、ジャガーのジャガーなんだ。あ、そうなんだ。ジャガーのジャガーっていうのがまだおかしいです。はい、すいません。東さん、そこはキラボしろよ、イケメンハートってボヨヨンって、店長久しぶりにアミバマナのモノマネよろって出ますよ。アミバマナだよ、はい、今日はね、金太郎だからね、私の金ちゃんをいっぱい見せるの。見せちゃダメだよ。ダメダメ、本当にバンになるからね。ネルトン違った、行く資格がない意味深やね。マチコンは結構既婚者来てるでってこと。あ、そうなんですね、まあ、でもお高いんで黙ってたら分かんないですからね。むしろ行こうぜ。松浦さん、チャラ大枠でマチコン行けるでしょうって言われてますよね。たけし来ました、たけし。お、ゴーダ来ましたね。さあ、倒して印つけれるか。印つくとこまたこれビンゴですけども、ふんふん、お、倒しました、たけし。お、やったで、見事、素晴らしい。やりましたよ店長、これ今日全梅もあるんじゃない、これ。いやー、なかなかロングフリーズがね。あ、ロング SP の ね、ロングフリーズはあれですけども、あとは天王山と高司チャンス、そこっすね、はい、まあ、難しいところは残りました、ね、そうですね。まあ今日は勝てないってわけですね、今日は。いやー、でもまあ東さんもね、結構印ついてますけども、
お、お、素晴らしい。お、これは確定が。おお、どうでしょうね。顔認証システムってすごいよな。遠隔議論してください。前の聞いてなかったから。もうめんどくさいなこれね、本当にね。松浦アンチ遠隔党だもんね。アンチ遠隔党って遠隔推奨派みたいなのがいるみたいな言ってますけど、ね、顔認証、はい、顔認証っすか。顔認証、はい、うちの会社はないと思いますけどね。はい、はい、顔認証って言っても、あのいわゆるみんなが言ってる顔認証って、あの顔を一人一人認識してこの人がだいぶあので出してるから、ちょっとそういうそろそろやめようポチとか、はい、この台この打ってる女の人可愛いんで出してやろうポチみたいな、はい、そういうのを皆さん言ってるんだと思うんですけど。なるほどっすね。そんなのはないですからね。そらないっすね、はい、マーケティングツールとして使ってるお店はあります。そうっすね、来店者とかで、はい、なんだろう、20代の男性が、今日は何人来てとかね、はいはい、あとごと情報が多いですかね、業界でいうと。そうっすね、ごと車のナンバーを読み取るやつとか、はい、そうですね、ですね、あったりしますけどね。その い,、はい、あのいわゆるごと情報で県外ナンバーでこのナンバーがこう今あちこち回ってて悪いことしてるんで気をつけてくださいみたいなね、情報を共有するツールとして使ってるとかありますけどもね。やっぱ、ね、みんなが思ってるような使い方してるところは一切ない、ね、情報がね、なんか変な、はい、一人歩きしますよね。いや、じゃあ俺いつも言ってるんですけど、そういうのをこう言いふらして回ってるのは必ず攻略法詐欺会社なんですよ。あ、でなるほど、ね、パチンコ業界はこんな悪いことしてますよみたいなね、こんなインチキやってますよみたいなことを言ってですね、でその裏を書きたいんであればうちの情報を買ってくださいみたいなね、なるほど、はい、ことを皆さん言ってるんで絶対騙されないでください ね。私よくなんかそういう怪しい雑誌でなんか、はい、海物語の7ラウンド目は全部スルーしたらカフェインが継続するとかありましたもんねひどい情報ですねそれもね、はい、まあでもほらなんかすごい難しい手順でこれしてこうしてその何回置いて、でまた何回手回してみたいなね。そうですよ、デモ画面に戻して1回スタッドチャッカーに入れてとか。そうそうそう、そうやってやったら、結構無理なやつばっかでしょ、はい、なんか この時点でなんか図柄がここに止まらなかったらもう一回1の手順、そうもう一回最初からやり直しとかって言って、はい、結局できなかったりするんですけど、途方、ね、に暮れるわ言うて。そう本当ね、だからそういうことを言ってる人間は大体そういうことを、ね、やってなんかこう悪い、ね、悪だかみをしようとしてる人間なので、はい、ぜひね騙されないようにしていただければと思いますので、そうですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、もう正直攻略法なんか出た時点でもうあれです、はい、もうすぐ店側撤去すると思います、ね、はい、無駄になると思いますね。仮面ライダーもそうですし、あとなんだっけ、桜大戦とかのね、業界の反応を見たらすぐ分かると思うんですけど、はい、ちょっと予想されたものじゃないっていうのは後から判明しただけで大騒ぎになるぐらいの業界ですからね。そうですね、その攻略方法とかが発見されたらもうどんな大騒ぎになるかっていうね感じですけどね。指紋認証と顔認証で遠隔だもんねそうなんだ、ほらきっと顔しか見てない松浦の下に、金見えてるからさ、あ、金見えてる。遠隔ってどこですか。遠隔ってことですか、たけし倒したの。違いますよ、ほんとね、店側はごとやらにはきついくせに自分たちは遠隔やらジェット枚数減らしやっとるがなってありますが、これどこのお店の話なんですかね。そうですね、はい、まあ木粉さんに関しては全く安全だというふうに確定しますんで、はい、ぜひ遊びに来ていただければと思います。まあ、悪いことしてるお店はねゼロではないと思いますけどもね。なかなか遭遇する機会も今はないんじゃないかなと思いますけどもね。そうですね、はい、でもまあ昔の機械ってそこまで獲得枚数とか出てましたっけ、はい、あ、出てなかったのは出てなかったですよね、はい、まあ、そういうのやったら分かると思うんですけど、はい、分かるでしょう今はね、大体分かって結構違うとかなってくるとね、はい、トラブルになったりする可能性がありますんで ね、そんなリスクを負う必要性もお店的にはないんじゃないかなと思いますけどもね、はい、はい、そんな暇人いねえだろうって間違いないですね。カメラ見てねチェックしながらボタン押したりとか。そうですね、どんだけ暇なんだよって感じですけどね、はい、それ用に人雇わんとダメですね。そうですね、銀行の ATM と同じメーカーだからそれ確定でしょうってやるんですか。これ何の話ですかね。どういうことですか、莫大な費用がかかるわ、ホルコンで脱税はどう思いますかホルコンで脱税っていう意味が全く分かんないですよね。よく分かんないですね、はい、これねいつも言ってるんですけど、一般人の人はホルコンって言うんですよ。でも業界の人はね、はい、ホルコンって言わないですから大体、ね、ホールコンピューターホールコンって言いますからね、はい、ホルコンっていうのが誰なのかってこう調べていくと大体これ詐欺業者なんですよまたね。あ、なるほど、はい、なんでホルコンって言ってる、ホームページとか大体信用しないでください。まずそこからスタートだと思うんですよね。大体島ごとやな、あれこれキコちゃんじゃなかったのか論破放送だったのかって言われてますけどね。悪い噂を振りまいてるゲスパンは神戸だって話だけど僕めっちゃ清純派っすけどね。そうですね、おかしいですね。いやいや火のないところには煙は立たない。遠隔は、あ、絶対ある。店が選ぶか選ばないかは自由だが店長によっては営業成績に追わ。どういうことですかね、まあ、だからないとは言ってないチョイス。
あるかないかって言ったらあるんですけど、遭遇できる可能性はものすごく低いよって話ですかね。はい、ありがとうございます。ホールコンドーとかでこれ放りまして怪しいサイトあるわって、いやそういうことなんですよ。だからそこがね、だいたいこの変な言いふらし回ってて、それをみんな信じてるという状況なんだよね。ウラロームの店は大概遠隔も一緒に組み込んでるからってこと。いやーこれ論破したいなこの人本当に、めっちゃ論破したい、はい、家帰ってからしてください。はい、すいませんすいません、店長遠隔遭遇したことあるのって言いますが、ないっすね。ないというか、てか分かんないっすね。分かんないっすね、すね、はい、分かったら遠隔じゃないような気もしますけどね、はいはい、まずねそんなところもないでしょうし、はい、ほんまやってんのなんかあれじゃないですか、小規模っていうか、はい、くっそ小さい田舎の店とかそんなんじゃないんですか。まあ可能その方が可能性は高くはなりますよね、あの普通、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、そういうことをなんかいかがしい部品とかをつけて、本来やっちゃいけないことをやってそれが発覚した場合は、営業許可取り消しですから、はい、キッコーナさんでいうと64店舗ですよ ね、 今64店舗全店取り潰しっていうね、ものすごいリスクを負うわけですから、まあ、普通に考えたらやらないですよね。立ち算引き算ができる経営者だったらリスクの方がでかいってすぐ分かるんでやらないというのが普通一般論ですけどもね。どうでしょうか。あ、俺はほんまに遠隔されたで4号機北斗の時と言いますか、これなんでそう思ったのか、じゃあぜひ教えてください。あれちゃうんですか、はい、ストック切れて継続してるけど、はいはい、終わったとかそんなんちゃうんですか。ストック切れ、はい、よくある。ね、よくストック切れで裏もんだとか騒いでた人とかもいますけどね、はいはい、まあ、ストック切れはありますからね。ありますね、はいはい、あとまあバグとかね、なんか遠隔だって言える確定できる情報がなんでかっていうとなかなか難しいんじゃないかなと俺は思いますけどね。過去に開発者が仕込んでたことがあるからみんな信じてしまうってこと。あ、そうなんですね。関東でおにぎりくんが定例放送やってるんで、松浦さん定例論破放送いつかやってくださいねってね。そうですね、やりたいですね、本当にね。サルーンとか例外を除いたらないと思うけどな。遠隔って何を操作できるの。いやだから大当たりが操作できるっていう風なことが言われております。しかもその操作もあれじゃないですか、はい、大当たり回なんか大当たりをこんだけつけれるみたいな。そう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 、そう、ね、結局なんかあの大体の人ってなんか出なくて遠隔だみたいなね。そうそうそう、線はまったから遠隔だとか。そうそうそう、だから激圧外れた遠隔やって言うんですけど、はい、そんなね、そんな人ずっと見てないですからね。いや見てないし、大体ちょっと考えたら、ね、そういう怪しいことをしてそのボーナス1回分の売り上げを店がかすめ取ったところで何の得にもならないっていうね。はい、そうですね、はい、まあ正直そういうのがあれば、はい、別にあれですね、はい、店長という職種は必要ないと思います、ね、全くいらないですね、はい、感じですけどね、サルーン懐かしい。さあ盛り上がってまいりました。遠隔米が増えてきた。あ、松浦さんが煽るから後藤祭りになってきた、ね。そうですね、サムで外れるのは遠隔ですかってこうね、はい、言われてますよね。この流れ もいい、ね、はい、も言い出したら止まんないですね。言い出したら止まんないですね、はい、そんなこと言ったら全回転が外れる台はありますからね。ねえ、ナナシーナナシーね、はい、有名なあれですけどね。まあなんかなんだっけ、大東店のムック店長はサムが出て外れたのを目の前でなんか実際に見たって言ってましたね。で、あのいわゆるパチンコ屋の店長でそういうのを直接見たっていうのも珍しいと思うんですけど、はい、あのお客様が打ってるのを後ろでこうちょうど見てたらサムが出て当たらずに通常時に戻ったって言うんで、それで本人もすごいびっくりして、でメーカーさんにすぐ問い合わせしたらしいんですけど、はい、まあ、一応なんかバグの可能性はあるんですけど、まあ、あれ確定じゃないというか、あの客ではない限り可能性としてはなんか起こり得ますみたいなことを言われて、はい、それをまあこうお客様と一緒にこうご説明したらしいんですけど、あ、まあ、でも僕もあれですけどね、はい、その業界入ってないことですよね、はい、海物語 3R とかそういうぐらいの世代の時ってなんか外れるってよく聞きましたけどね。ああね、っていう、まあ、稀にそういうこともあるっていう以上は、はい、あのそういうことですっていう説明を受けたということで、まあ、お客さんがこういうね、あるっていうのは結構話聞くんですけど、店長さん自身がそういうことをね目撃するっていうのは、そうですね、なかなかないということで、一応本人もびっくりしたっていうね話言ってましたけどね。どうでしょうか。今日はお祭りじゃ、ありがとうございます。まあ遠隔あるならスロプロ成立しないからそれで論破ですわ。松浦さん、論破放送する時間あるなら家族サービスした方がいいよ。はい、ありがとうございます。いや選択肢が出てきましたね、はい、また新たな店のやる悪事などメーカーのやる悪事に比べれば点々点々ですかね。どうですかね。宝塚の、うん、うん、読めないコメントやめてくださいね。縦の名前直接書くのやめてください、ね、ああなるほどですね、はい、ホールコンはかなりあるよね。この前、コンセントのプラグが台からはみ出てた。どういうことですかこれ。コンセントのプラグが台からはみ出てた。コンセントのプラグが台からはみ出てた。ただある台の電源が島の電源が抜けてたとか、そういうことじゃないですか、はい、これね、はい。
ホールコンピューターってデータ計測器ですよねってことで、そうなんですよね、データの完全に、集計器ですかね、はい、操作する機能はついてませんからね、一切ね、そうですね、はい、っていうだから誤差とかね、はい、メダルを持ち込まれたとか、はい、そういうのを調べるためのものでもありますので、そうですね、いやちょっとこれもう読みたいコメントがたくさんあるんですけど、す、ね、読んでるとキリがないんで、そうですね、もうそろそろラッスンゴレライでもしましょうか、今日やるか、遠隔論破放送ね、俺今日やりますよ、じゃあ、ね、気がついた、はい、今日終わってから大阪帰ってから遠隔論破放送やりますんで、俺年春に火がついたで、はい、何時ぐらいですかね、3時半か4時ぐらいになると思うんですけど、年春に火がついて聞いてくれ、酒パワーチャンネル関西版の方でね、酒パワー関西版の方で遠隔論破放送やりますんで、はい、やってるとあると信じてる人はそっち来てください。なるほどですね、はいはい、徳永英明夢を信じてですね、はい、そうですね、はい、そっち来ていただければ全部お答えしますね、はい、じゃあ私もそちらの方で参加しますので、そうですね、お願いいたします、はい、はい、よろしくお願いいたします、すいませんね、ということでね、この辺はね、ちょっとね、はい、今はじゃあ別のコメントをねどんどん読んでいきたい、そうですね、これ全部読んでると読めなくなっちゃうんですね、はい、だから一応切り分け系で、はい、逃げるわけじゃなくてそっちで全部読みますんで、はい、お願いいたします、ありがとうございます、はい、松浦さん遠隔に反応するのはやめましょう、ここは気候なチャンネルなんですからってことね、ありがとうございます、ね、やったぜってみんななんか喜びまくってるのはなぜなのかよくわかんないですけどね、はい、マジかやったぜみたいな、一回見てみたかったんだ楽しみってなってますけどね、6時間枠そんなにやらないよね、無理や、はい、ゲストでハードも事務所来てよっていや大阪だからね、とね、はい、ラポールですか、いやいやもういやだこの前あれですよ、木曜日に気候なの店長軍団があれでしょ、はい、はい、いや松浦さんがね、はい、なんか変なあ落ちた、いきなり事務所で仕事してたらウェスカーとあとキコナチャンネルやってる店長がたくさんがうちの事務所にコンコンってこう入ってきて、あ大丈夫ですか、マイクは入ってますよ、ちゃうかな、入ってる、入ってないよ、マイクは音量じゃないですね、音量取れてます、なんかあ大丈夫ですね、入りましたね、はい、いやなんか松浦さんがね、はい、なんか変な格好でなんかカメラ撮ってる画像が送られてきましたよ、変な格好でカメラ撮ってる、なんかね、なんかこんな格好でね、はい、こんな格好でなんかカメラ撮ってるなんかバレリーナみたいななんか足してそんなんしてましたっけ、はい、いやいきなり事務所に襲撃を受けまして店長軍団がね、はい、ラポールナンバーね、ラポールナンバーで、はい、なんか浜崎あゆみ的な枠が置いてあるの見ましたけど、あ浜崎、初代浜崎でしたかね、やっぱりですか、はい、ありましたけどね、はい、びっくりしました本当にね、なるほどですね、そうなんで、だから、はい、今日は来なくていいんでね、大丈夫ですよ、ね、大丈夫ですか、はい、はい、多分僕もその時あれなんですけどね、はい、近くにはいたんですけどね、はい、はい、あそうなんですか、行ったのはウェスカー軍団ですよね、あなるほどなるほど、なんかね、店長軍団の懇親会というか飲み会というかなんかねあったということで、食事会でしたかね、なんかあったということで、はい、その流れで遊びに来ましたとか言われて、あーそっち結構遅くですか、そうなんですよ、10時9時半ぐらいですか、あ違うわ、11時半ぐらいか、なるほどですね、はい、遅いですね、そうなんですよ、いや夕方はあれなんですけどね、はい、僕ら三協さんにガンダム、はい、ガンダムの先見せを見に行ってたはずなんですよ、はい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 、はい、あそうなんですね、大変でしたけどね、急にお前配信しろ今からとかって言われてそれで配信したんですか、そうなんですよ、森口の放送の前に配信してそれまでに終わるから15分だけやれとか言われて、なんか急にこう、はい、カメラ組み上げてね、大変配信したんですけど、はい、びっくりしました、そんな感じですよね、松浦愛してるよありがとうございます、コメントが増えている、年末したばっかりなのにインターバル早いなってことで、だってもうだって完全に信じてる人いるじゃないですかね、だからそういう人がいるときはやらないといけないんでね、必ず来てくださいね、あとね、遠隔どうのこうの、遠隔とかどうでもいいことより金太郎の設定変更後仮天井あるかとかそういうことを教えてやーということですね、まあ、金太郎の話してくださいよってことなんですが、そうですね、金太郎は天井は900でしたっけ、だったと思いますけどもね、仮天井、いわゆる設定変更後に天井が変わるとかっていう話は今のところまだ把握してないんですが、そうですね、まだそこまでの解析は出てないですね、はい、どうでしょうかね、店長は非常に今続いてますね、めちゃくちゃ1500枚ぐらい、そうですそうです、ね、で1437ですかね、ですかね、非常にいい感じですが、音が若干ちっちゃくないですか、店長の方、大丈夫、もうちょっと上げましょうか、上げれます、上げれるのかな、上げれますね、そうですね、うん、それぐらいで、はい、東さんは1回終わって今通常時という形になってますけどね、どうでしょうかね、お
今は金太郎の金太郎はいつ映し出されますか。何の話ですかね。遠隔論破放送に準備して仮眠しようかな。最後まで見てくださいね、本当にね。松浦さん、タイからこんばんはです。実家にリストバンドとシール届きました、ありがとうございますということで、これはあれですかね。そうなんですか。森口店の放送でスカイプで電話していただいた方に、サケパーのリストバンドとシールをねお送りさせていただいたんですけども、はい、ありがとうございましたね。またあのスカイプ企画もね、ぜひ他の曜日とかでもやっていきたいと思いますんで、はい、ぜひあのお付き合いいただければなと思いますので。なんかムービー入った。よろしくお願いいたします。次回予告ですかね。お、ぽい。すごい開脚ですけどもね。ね、はい。金太郎。お、当たる。お、当てるじゃないですか。熱い。すげえ。当たる。一応でもハテナになってる。当たる。はい。あ、でも当たりましたね。速攻行きましたね。はい、ボーナスとかおめでとうございます。なるほど。当たる。素晴らしい。諸星当たるですか。そうですね、はい。やった松浦久しぶりということで、一応12月の31日にやったんですけどね。あの後の辻エルの転勤が切なかったということで。そうですね、ハード店長も一緒にどうぞ。池澤店長にブログやるように説得してくださいということで、あ、今蒲田の、ね、店長、もともと茨城サイト店の店長で、ね、放送も私一緒にやらせていただいてたんですけども、はい、ブログやってないんですかね、池田店長。あ、またね、なんかね、はい、この前見たらなくなってたかもしれないですね。あ、そうなんですか。やめたかもしれないです。ああ、なるほど、はい。池田店長ね、結構めんどくさがりっていうかね、こう自分の好きなことはすごい突き詰めてやるんですけど、めんどくさいことは一切やらないタイプなんで、そうですね、はい、あの言っときますんでね、あのぜひブログやりちゃってくださいっていうあの要望がありましたというのをお伝えしたいと思います。はい、今日は見れないよ、ごめんって方もいらっしゃいますけど、いや全然いいんでね、見れる方はぜひ見ていただければと思います。明日大阪の気候難は暑いですかということで、まあ、大阪も神戸もね、全部気候難面白いことになってますので、遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひとも、はい、お願いいたします。100均あるのこれってのですが、100均っていうのはどういうことですかね。100ゲームの金太郎ってことですか。あー、なるほどなるほど。いやー、多分50ワンセットだと思いますけどね。50、今また青菜の昇格ですねこれね。昇格ですね。なんか50以外のゲーム数俺も見たことないんですよ。なんかプレミアスタートとかなんかそういうのあるんですかね。まあないと思いますけどね。普通は50スタートと、ね、ワンセット50しかないと思いますけど、ね、はい、まあ、それをこう積み重ねていくというような、ね、はい、形ですけどね。どうでしょうか。仲いいな。辻でへこんでたな。店長軍団も派閥あるのかなって言いますかね。どうですかね。エンデックの浜崎はシダできますか。できます。店長放送、店長、店舗放送開始寸前だったよねってことで。そうなんですよね。おお、いきなり金チャンスですね。さすが青7。なんか東さんの方、えらい音がでかくないですか。あ、ちょっとでかいですけど、音下げれますか、若干。そうですね、4ぐらいで、はい、お願いいたします。関西版お初でございます。こんばんはという方いらっしゃいました。ありがとうございます。こんばんは。ぜひね、最後までお付き合いください。松浦さん、股間の金太郎の話してよ。絶対嫌ですよね、本当にね。論破放送はタイムシフト録画できますかということで、多分できないんじゃないかなと思います。あれは辻エルへの気遣いなんですかね。店長と優しいなということでね、辻エルへのエールを送る放送ね、あの事務所からやりましたけどね。あ、そういうのがあったんですか。じゃあ辻エル頑張ってみたいなね、放送を 急遽やったっていう感じだったんですけどね。どうでしょうか。オマーン国際空港はバンになりますか。危ないキーワードね。米っ子とかね。なるほどですね。書きたがる人がいるんですけど、ね、やめてくださいね。あの、はい、スイスの湖とかですね。そう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 、はい、スイスのレーとか、あと、はい、中国の北の方にあるチンポーチンポー湖、あ、よしますね、はい、はい、とかね。さすがですね。レマンコとかやめてくださいね、はい、はい、言うてるじゃない。さすがですね、小学生じゃないんだからね、はい、そんなんで喜ぶって。僕ね、世界地図はよく見てた方なんで、はい、あ、そうですか、はい、いろいろね、卑猥なあのダジャレ系地名とかでね、こう喜ぶ人とか ね、 そ う、 ね、はい、そういう小学生いますけどね。松浦さんは気候が初めての就職先ということで、すいません、俺気候なの人間じゃないんで。そうですね、はい、エンデックのね、人間になっておりますんで、また別の配信業外部業者になってますよね。申し訳ございません。今気候なさんで、一応お仕事させていただいているという感じですね。森口スパイクスカイプ楽しかったですね。松浦さん、今年も頑張ってくださいということで、ね、ありがとうございます。今年もね、楽しい放送をやっていきたいと思いますので、ぜひね、ご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。諸星渡る、お疲れ様です。金太郎面白いのと言われますが、いや僕ね、はい、もう多分しばらく打ち続けますよ。あ、打ち続ける、はい、店長ね、プライベートでももう早く打ってきて、そうなんですよっていう感じで、今日もね、もう1500枚オーバー、かなりね続いてる感じですけどもね。どうでしょうかね。これはいいっすよ、ね、これはいい、はい、でもね、僕も知らないけどなんか面白いっすね、
面白い。面白いっすよ。ゲーム性俺も結構好きなんですよね。ただね、絵がね、なんか納得いかないっていうみんなの、意見は、納得するんですけど。いや、多分これは本宮先生も納得してないはずですよ。そうですね、はい、この 3DCG はね、はい、まあ、なんかね、2D で俺の空みたいな感じで作ってくれればよかったんじゃないのって思うんですけども。間違いないです、はい。3D はね、ちょっとあれなんですが、でもゲーム性確かに結構面白いなって感じですかね。どうでしょうか。スペックだけ見てね、結構辛いなとかってね、言ってる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ一回打ってみたら結構面白いんじゃないかなと思いますね。いやー、もっとね、はい、そのなんか厳しいんかなと思ってたんですけど、はい、結構初当たりとかもそんなめちゃくちゃハマったりもしないですよね。そうですね、スペック見るよりは軽い感じのね、体感ですけどもね、はい、はい、どうでしょうかね。リストバンド届きました、ありがとうございましたってね、お礼ありがとうございます。当たる、シルエットからのレア役はやっぱ熱いな。そうですね、バンドとライター欲しいです、どうしたらもらえるのということで、ぜひお店遊びに来ていただければと思いますので、神戸中央スロットガンでも大阪の方ね、放送してるキコーナチャンネルでも大丈夫ですので、はい、あ、本当ですか、はい、僕もうるさいよって言ってもいいですか。いや、あのね、キコーナさんのスタッフさんはやめてください。あ、ダメですか。はい、一般の、ね、視聴者さん、私大体10時半ぐらいに放送店舗を入っていただいて店舗 の営業フロアの中でね、放送の準備させていただいてますんで、そこにこうつかつかとこう来ていただいて、うるさいよっていう、ね、合言葉を言っていただければ、リストバンドプレゼントさせていただきますんで、ぜひ、遊びに来ていただければと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。諸星当たるの親父ギャグを、右から左に受け流したわらわらって。そうですね、いや、さっきからちょっとちょいちょい当たるコメントがあるなと思ってた。あっさりするですよ、それはね、はい。店長東さん、プライベートでも打とうと思いますかということで、店長はね、もう早速プライベートで今打ったということで、はい、これからも打ちたいというね、いうコメントでしたけどもね。いや、僕実はね、はい、2回打ってます、すでに。あ、もうすでに2回打ってる、はい、その時の勝ち負けでいうとどんな感じだったんですか。2回とも勝ってます。お、勝ってるということで、なるほど。まだね、導入されてもそんなに日の日も経ってない状況ですけども。そうですね、一応金太郎チャンス入って、はい、1000枚の波と2000枚の波で2回とも勝利させてもらいました、はい、お、素晴らしい、見事ね。まあでもどうなんですかね、万枚とかスペック的にはどうなんですか。お店の方で今のところ出てる3枚でいうとどれくらい出てますか。まあ、近いところまで行ってるんですけど、まだ超えてはないですね、はい、あ、万までは行ってないという感じで、はい、まあ、目前という感じですかね。まあ、まあまだ営業開始でそんなに経ってないっていうのももちろん ね、あるかもしれないですけどもね。ただまあこの前フィールズの方と話してたら、はい、まあ、全然そのまんまや超えてるデータはあるっていう。なるほどなるほど、はい、スペック的にはどうなんですかね。 2.8 枚ということで、まあ、いわゆる高純増期に入るとは思うんですが。そうですね、はい、まんまももちろん全然狙えるスペックという感じですかね、はい、やっぱりその天王山とか行かんとダメなんですかね、はい、そうですね、はい、上乗せ特化の、すごいところに入れば出玉が跳ねるんじゃないかなという感じですけどね。まあでも店長全然ね、天王山とか入らずに今で何枚ぐらいでしたか1回。まあ1650ぐらいです、ね、1650ぐらい、一撃ね、1650という感じですけどもね、はい、素晴らしい感じでしたね。しげき&としはる&桜井 JP のスカイプナイト放送やってくださ いつか、ね、あれですね、僕の黒歴史、しげきと俊春のスロットナイトの、ね、あれ黒歴史なんですか。そうなんですよ。ああ、そうですか、はい、またやりましょうよ、あれやりましょうかな、はいはい、東さんにまたなんかね、あのヤジキタとか打ってもらいながらまたヤジキタですか、はい、ありましたけどね。ありましたね。どうでしょうかね、ああフリーズは100スタート。あ、フリーズは100スタートなんですね。あ、100スタートあるんです ね、フリーズ引かないといけないってことは結構大変ですけどそれね。今年初の神戸店長集結はいつするのって言われてますが、これは今のところまだ予定はない感じですか ね、 そうですね。店長集結以前いつやりましたっけ。あれは前は何でしたっけ。機種番長が最後ちゃいましたっけ。番長でしたっけ。6番長集結スペシャルが最後でしたかね。そうですね、ですかね。またじゃあ近々ねやりたいと思いますんで、はい、はい、の5ゲームは乗せ、そうですか、辻エル店長があれですね、はいはいはい、転勤になってことがで、まあ、もしかしたら他の店舗もね移動があるかもしれないんで。そうですね、はい、ハード店長はあの移動の予定は今のところ実はありませんないということでね。ありませんでした、はい、引き続き、はい、神戸地方の放送はねハード店長をお送りしていくという形ですんで、はい、ぜひお付き合いください。沖縄にマンコってあるよね。あ、そうなんだ。漫画のマンに湖。へえ。
論破放送はどこでやるんですかってことで、そちらはすごい切り替えなんなんですか今の。いやいやいや、そういうコメントコメントワンコってあるよねって言って、はい、いや今の切り替えがすごかったですね。論破放送は酒パワー関西版のチャンネルでありますね。キコナチャンネルではありません。酒パワー関西版の方をね、検索していただければと思います。はい、エロ漫画党、エロ漫画党、エロ漫画党は小学生の人気の島だよなってね。そうですね、はい、ライブ業者なんて悲しいこと言うなよ。悲しいっていうか何なんですかね。気候の人間であってほしいってことなんですかね。まあ嬉しいですけどね。ライブ業者ですよ。圧力と松浦さんはどっちが上司なってことで、上司はどっちなんですかね。一緒、あっちゃんの方が先輩は先輩ですけどね。なっております。エロ漫画党に行きたい。松浦さんに質問です。店長集結みたいに役職集結特番ってできないんですかってことで、これはどういうことですかね。各店舗の主任さんが集結するってことですかね。はいはい、なるほどですね。まあ、全然行くんであれば行っていただいて結構ですけど。そうですね、はい、まあ面白いかもしれないですね。いろんなお店の、店長じゃないスタッフさんが集合して、まあ大体森口かあれですけどね、はい、はい、まあ、バロンかまっちゃんとか。ああ、ね、そうですね、まっちゃんとかバロン木村さんとかね、東さんとかが、はい、こう店長の、ね、不満をたらたら、述べる放送とかも ね、 いいですね、はい、いいかもしれないですけどね。どうでしょうか。痛みのバックステージは遠隔で潰れた。そうなんだ。無駄に 3D にお金かけちゃったねってことで、ああこれ今どうなんですかね。開発の実情で言うと 2D で絵描いてもらうより 3D でこうコンピューターで作っちゃう方が全然安いみたいなね。多分 2D が難しいんちゃうんですか、やっぱりですよ、ね、半券とかの、はい、もあってってことで 3D の方がお金かからないということらしいですけどもね。どうでしょうか。刺激に夢中、ムッシュ&たこ焼き、はい、あこれ本人なんですかね。ありがとうございます。そうですね、はい、確実に本人ですね。あそうですか。そうですね、618個目さんは、ムッシュ&たこ焼きコンビが今また、はい、びっくりドンキあたりでファミレスからやってる可能性、ね、コメントをしてる可能性があるということですね、はい、ありがとうございます。まだまだって言うんですかということで言いますね。次長が認められたからマジやで、次長が認めたからマジやで、何の話ですか。あ、どこどこが潰れたって話ですかね。ああそうなんですか、ありがとうございます、はい。絵がひどすぎるだろう。そうなんですよね。逆に 3D の方が金かからないんだよ。いやいやいや、ね、皆さんあれですよ、はい、バーチャ2見てください。本当にバーチャファイター2ね、はい、あのカクカクしたね、はい、ザ・ポリゴンみたいなのねありましたけどね。そうですよ、ね、バーチャ1なんかもっとひどいですからね。いやね、ありましたけどね。時代はすごいねって思いますよね本当にね。ここでどんどん進化してるなみたいなね、はい、思いますよね。早い時間に論破放送してよ、逆に論破してあげるのにって。いやこれ読むからダメなんです、すいませんもう読みません、ね。金太郎の疑似リールは規制逃れに使えそうって言いましたが、これどういうことなんですかね。疑似リールってどういうこと。これ疑似リールなんですかね。いやマジリールですよね。単なるあれですけどね、リール演出なだけだと思います、ね。はい、あれですか、逆回転したりそういうリール演出ってことなんですかね。はい、で赤ならが揃ったりとかねしますんで、そういう部分なんですかね。そうですね、はい。痛みのバックステージ調べてみる。だから遠隔がないとは言ってないですからね。はい、ありがとうございます。うるさいようるさいよ、飼ってる犬がラッスンこれらい。痛みの、もうやめよ、見せ目書くのやめてくださいね本当ね。うちが悪口言ってるみたいになるじゃないですか本当ね。言うても天王山はボナ3回くらい拾えればいいくらいの確率やでってこと。ああそのもんなんですね天王山ね。どうなんでしょうか。今日は一応まだね天王山出てないですけどもね。出ないですね、はい。どうでしょうか。やっぱり、近いうちに生田川で歌舞伎放送やるんですか。歌舞伎放送、歌舞伎放送なんですか。宇治神一番ですか。あ懐かしい、歌舞伎ロックスね、はい、懐かしいですけどね。お江戸を歌うぐらいですか。あ、ね、店長はもう歌う気満々ですけどね。そうですね、はい、弁蔵店長にちょっと聞いておきたいと思います。わからんよハード店長、辻エルも急だったからということで、まあ確かにこれ移動のね、なんでか事例が結構急に、ね、事例は急です、はいはい、出るということでね、まあ、実際私もこれ進展ですけど、はい、言われたのはあの5日ぐらい前ですから。あ5日ぐらい前にあのいわゆる進展のグランドオープン行ってくれと、はい、言われました、ね、事例が来たということで、はい、って感じですよね。びっくりしますけどね。そうです。福原のおすすめ店教えてくださいということで。あそれは松浦さんの福原の何のおすすめ店かって話ですね。ロイヤルホストですかね。うまいラーメン屋の話なのか。そうですね、はい、何のおすすめを聞きたいのか教えてください。主任集結面白そうってね言ってますよね。主任さんも悪が強い人多いから面白いかもですねってことで間違いないですね。コマコマとバロンさんの絡みとか見たいって言われてますよね。アズマいいですねって言ったね。店長の何が不満なのってことで、その主任集結で店長の不満言ったらいいんじゃないのって言ったらね乗ってましたけど、 なんか不満あるんですかアズマさん。いやないっすわざとらしいな。不満はないということでね、もう完璧な店長であるというね、はい、なんすかこの嫌気な顔。
ウハウハ。そうですね。なんか気持ち悪くないですか、はい、これ。エロメンなんだ、皆さん人間に完璧なんてありませんから。はい、ああそうですか。そうです。ただね、不満はない。人間が生きるっていうのは、はい、こんなに熱いことなんだよ。これ金太郎の名言ですもん。ああはい。おおんって感じですか。ちょっと今。こっちに真剣で何も聞いてなかった、はい、聞いてなかった。人間が生きるっていうことは、はい、こんなに熱いことなんだよ。もう一回言うんだ。そういうことです。かっこ棒みたいな。へーって言ってますけどね。ココイチムッシュ&たこ焼きって言ってますよ。ココイチで飯食ってるんだって。ココイチで食ってるんですね、はい、遊びに来てくださいね、はい、今すぐね、お願いします。そうですね、あのね、はい、ムッシュ店長はね、はい、絶対ソーセージカレー食ってますから、ね。はい、ああそうなんだ。そうっす、必ずソーセージカレー食ってる。ソーセージカレーですわ。ああなるほど。ムッシュ監督はレッドドラゴンに行きそうな気がするね。間違いないですね。違うんですよ、ね、ムッシュ監督はね、はい、ムッシュ監督もキャバクラは行かないはずなんです。あ、そうなんですか、はい、へえ。なんかそういうの結構好きそうなイメージは確かにありますけど。そうですね、はいはい、意外と行かない。そうです、ああいう飲み屋には行かないはずです、ね、ああ飲み屋には行かないって意味深ですけどね、はい、飲み屋には行かないはずです。どこに行くんだって話ですね、はい。たこ焼き店長また変な写メ刺激に送ってってね言われてますんでね、はいはい、なんか暴露ネタね あれば教えてください。今来た皆さんお晩です、ありがとうございます。ムシュ店長、たこ焼き店長こんばんは。そうですね、関東と関西の枠を取っ払って対決とかしてほしいわーってやってますよ。あ、これも面白そうですね。関東版の、ね、裏の放送と出玉対決とかね、一回やってみたいですけどね。シール見せてくださいということで、これはキコのアプリの方でもう見れるんでしたっけ。あ、そうです、キコのアプリにももうアップしていただきました。アップしていただいたということで、はい、あのぜひねキコのアプリ、iPhone、Android、対応ですんで、ダウンロードしていただくとそこでシールの画像がね全部、見れるという形 で、ね、まあ、中継にしたりすることも、ね、できるという形になってますんで、なんか関東の方もなんか、はい、シールの画像がアップされてましたね。お、また増えてたということで、はい、なるほど。親分とか、あ、親分さんの、はい、ね、シールが出来上がったという感じですかね。ありましたね。なるほど。もうね、キコのチャンネルのせいでそのシールの発注業者さんがこう嬉しい悲鳴というか、もう仕事が他にできなくて困ってるみたいなねことを言ってましたんでね、はい、嬉しいというか嫌がってましたけど。嫌がってたんでね。他ね、なんか本業じゃないんでしたかね。そうですよ、なんかね、はい、ちょっとうちシール業者じゃないんですけどみたいな。勘弁してくださいみたいなね、はい、話でしたけども、まあまあね、続々とシール出来上がりますんでね、ぜひご期待いただければと思います。ココイチか赤レなので店長ズーってことで、そうですね、お二人のシールは履けましたかってことで、先ほども言いましたように1週間ね、で1週間でなんと0枚が履けたということで、はい、いや0枚と言ってへんすけど、なんでそんな決めつけするんですか。え、じゃあ何枚履けたんですか。はい、ゼロ枚っす。ゼロ枚じゃん。開けてないんでしょ。ゼロ枚っす。もうほんと頼むから、もう傷ついてるからね、早く取りに来てあげてみんなね、ほんとね、はい、はい、ガラスのガラスのハートのハード店長がもうめちゃくちゃ傷ついてる。ガラスの30代ですから僕。いやいや本当にね、はい、光源氏なんで、はい、壊れそうなものばかり集めてますからね。そうなんですよ、早く来てくださいね、ほんとにね、お願いします、ほんとにね。あ、歌舞伎って刑事じゃないの。あ、なるほどね、あの花の刑事、新花の刑事ですかね、はい、が、あれが1月の19日解禁でしたかね。そうですね、はい、まあ、来週まだ無理ですけどね。そうですね、その次の週ですかね、はい、で合同配信とかまたやったらいいんじゃないかということですかね。なるほどですね、はい、分かりました。じゃあ検討、ね、させていただきたいと思います。はいはい、あ、歌舞伎ものだった生田川の件ということ。あ、そうですね、刑事の件ですね。養殖なら一平だよね、真顔。何なんですかね、森口内部昇格だったら期待できないようなハードを置いて、気持ちいい泡のお店に決まってるやろ福原ということで、いや俺福原は行ったことないんですよマジで。まあ、僕もね、青春派ですから、はい、福原好きな人にぜひ聞いていただければと思います。そうですね、はい、まあ、見てるムッシュ&やっぱたこ焼きあたりに聞いたらいいんじゃないですか。そうですね、あのムッシュ監督、はい、もしあのデータありましたら、おすすめの店名教えていただければと思います。はい、こんばんは、ただいま大東セブ入れナウ、はい、確実にあの2人でしょ。あ、なんですかね、はい、移動が急っていうのは行き当たりばったりってことかなって言われますけど、行き当たりばったりってことはじゃないんじゃないかな、ないんですね、はいはい、大事なことなので2回言いました。そうですね、成績いいから進展の盛り上げにお呼びがかかるんでしょうなということで、まあまあ成績がいいからというか、グランドオープン一応任されるっていうのは会社としては当たり前ですけど、こう期待してるよっていうね、あの意味はもちろんあるんじゃないかなと思いますね。キャバクラはどこには行くんですかということで、どうなんですかね、キャバクラには行かないということらしいですよね。僕は行かないんですけどね、はい、店長、大成産業の柳生さんのモノマネよろしくです。わお、わお、わお、次回予告来ましたよこれ。
買うてくださいよ思い出したようにね、僕にも買うてくださいよ言ってますけどね。はい、大成産業さんは、あ、次回頼み込むですね。頼み込む次回よく。大成産業さんは神戸地をするとかも担当なんですか？担当はあるんですが、はい、うちは柳生さんではないです。柳生さんではない、別の営業マンの方が、はい、そうですね、担当しているということですかね、はい、ではないのと、はい、まあ、やっぱりちょっと大成さん自体が、はい、うちの会社パチンコメインに担当されているので。なるほどなるほど、はい、ショート専門店である神戸地方は あんまりそんなに、あの、大成産業さんがお出入りがあったりではないと。スロットは結構直のメーカーさんが多いので。あ、直販が多い感じなんですかね。そうですね。なるほど、ということらしいですよ。ボタンが震えてる。おー、ボタンバイブブイブイ言うてる。あー、なにこれ、すげえパワーアップしてる。なんかめっちゃ震えてますね。すげえめっちゃ震えてますね。何これ、ガタ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 って化け物の火じゃねえこれ。すっげえこれ。なんか喜んでますけどね。そうですね。あ、金太郎チャンス。あ、金チャンスですね。金ちゃん来ましたか。はい。お、しかもステージこれ修羅場っすか。お、降格中って書いてた修羅場ですね。そうですね。激熱っすね。熱い。もうGM 台でしかないような、まあ寝台なんで打たないけどということで、これ金太郎の話ですかね。キャバは行かないですムッシュということで本人からコメントいただいております。はい、親分のモノマネお願いします。ロイヤルホストかな。福原にルイ・ヴィトンあるよ、わらわら。あ、そうなんだ。レッドドラゴンはセクシー女優が在籍してるキャバクラですよ。あー、めっちゃまだまだ震えてますね。そうですね、鳴らしてますけどね。ガラ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 って。これはまだ余裕あるな。刺激店長より辻エルのシールの方が欲しいわという方もいらっしゃいますけどね。はい、それは森口さんにいてもらってください。そうですね、遠いんだよ神奈川から見てるということで。あ、まあね、こう今うね、日本全国からね、こうキコナーさんのチャンネルね見ていただいてて、なんかシール欲しいけどいけないというか、ね、はい、コメントも多いですけど。でもなんか噂では辻エルシールもなんか昔からずっと余ってるっていう噂を聞いたんですけど、はい、あ、まだ残ってるちゃうんですかね。どうなんですかね。なんか東がなんかそんなこと言ってましたけど、もうなくなったんじゃないんですかね。ですかね。なんか来た時はめっちゃ余ってるみたいな。いや、梅北のシールがほら1週間で全部なくなったみたいな、ね、みたいですね、はい、梅北がすごかったって話ね、聞いてますけどね。どうなんでしょうか。借金返してわらわら、何なんですかね。ハード店長、ガンダムの出来どんな感想って言われてますが、ガンダムは店長見たんですか。あ、今回見ました。あ、見た。はい、パチンコですけどもね。僕にも帰れるところがあるんだどうだったんですか。はい、ライトミドルなんですよね今回。はい、まあ、でもあれはあれでいいんじゃないのかと思うんですけどね。あれはあれでいい。はい、まあまあちょっとマックスばっかりでしたからね最近。そうですね、はい、悪くない感じという感じですかね。で一応今回枠の色が連邦軍枠と、はい、言うたらジオン枠みたいな感じで色が分かれてまして、はい、まあ、そこも店の入れるセンスになると思うんですけ ど、まあ、そういうのがあったりとか、はい、あと ST 中も前の単調だったじゃないですか割と、はいはい、それをシャア目線とアムロ目線どっちかも選べるっていう、はい、前よりは全然面白みは増してますね。なるほど、まあ、前回はねちょっとまあ期待されてた分あまりその期待にね応えることができなかったんじゃないかっていう評価だったんですが、まあ、今回はね、はい、どうでしょうかね。はい、プレミアのやっぱ最終回の、はいはい、エンディングあれを見たらちょっと感動します、ね。ああ、なるほど、はい、ラストシューティングね、ありますけどね。どうでしょうか、ぜひね。あれの導入がまだあれも3月ぐらいですか。3月だと思いますね。ですかね、はい、はい、ご期待いただければと思いますんでね。まあ、神戸中央スロットかはね、あのスロット専門店なんですけど、多分ハード店長気に入った台はね、一応あの本社に申請出すということで。そうですね、一応362台、362台ね、はい、欲しいですっていう申請を出すということですんでね、はい、ご期待いただければと思います。腹減った、おお、飯食ってください。急な転勤って客とつるんでたのかなって疑ってしまうわと言いますが。あ、それはないですね。逆につるんでたら辞めさせられるんじゃないっていう、ね、気がしますけど ね、はいはい。お、なんじゃこれ。次回土下座かすげえガタガタ震えてやがるってなってますよね。ボーナス中にこんなん来ましたよ、ね、あ、それはカットインがどれになるかだけです。はい、はい、東さんの大好きなお尻、お尻が私に任せていただく。あ、お尻よりおっぱい派、はい、あ、ね、間違いなくパイパイ天心木村がニードスに柳生さんの鉄板モノマネお願いしますって言ってますよ。え、柳生さんのモノマネ、柳生さんのモノマネ、はい、モノマネですか、はい、ちゃいますよそんなん言いましたっけ。いや、とりあえず僕ちょっと、はい、あの年末のなんか LINE を振り返ってみたんですけど、はい、柳生さん LINE つむつむで最高得点出したっていうのは8件ぐらい出てきてるんですけど、ね、はい、どんだけゲーム好きなんだあの人、はい、本当ね、暇さえあればゲームしてるね。そうなんですよ、はい、びっくりしましたね。キコーナーで50件以上買ったら福原阿波に行くことにしてるからおすすめ知りたいという方いらっしゃいますけどね。あ、ね、合流するのも ね、いいかもしれないですね。
すげえ音が聞こえる、視聴者には見えないボタンというね、まあ、見えないんですけど、音はね、今ちゃんと聞こえたんじゃないかなと思いますね。電話ボタンに興奮しすぎやろかってやりますけどね。いやどうでしょうかね、俺フランスからハード店長のシールもらいに行きますって方いらっしゃいますか。ありがとうございます、はい、ぜひねフランスから、はい、あの飛行機乗って来ていただければと思います。ついにフランスデビューしますか。そうですね、はい、もう全世界に、ね、配信されてますんで、ガンダムって変速スペックって聞いたんだけどということで、変速っていうかライトミドルでしたかね。ライトミドルなんですけど、はい、まあ、ちょっとあれですね、はい、まあ、スペック口頭ではもう説明しづらいような感じですね。あ、そうなんですね、ということらしいんで、まあ、もうちょっとしたらね多分情報出てくるんじゃないかなと思いますんで、はい、ご期待いただければと思います。通じる放送では人気だけどウェスカーの時より客減ったからねってこと。あ、そうなんですかね。店長鉄板のロボピッチャーのものまね、ロボピッチャーのものですね、はい、これ先週もやったんですけどありがとうございます、はい、鉄板なのこれ鉄板なのかは分かんないですけど、はい、店長ズラ部長のものまねお願いします。ズラ部長、はい、誰のことですか。わかんないですね本当ね、はい、ガンダムもそろそろ違うシリーズで出しては、具体的に言うと G ガンとかって言われてますけど、 G ガンダム、いきなり G ガンダム飛びましたね。ちょっとねかなり個性的な方に行きましたけどね、はい、三長さんも初めあれなんですけどね、はい、ゼータラス言ってたんですけどね次は。ああ、なんかね、はい、ガンダムの次のねシリーズゼータガンダム、はい、人気ありますよね。そっち行くとかっていう噂は俺も聞いてたんですけど、はい、もう一回ガンダム、初代ガンダムでしたね。どうでしょうかね、うまいわらわらわら。通じる転勤急遽すぎって言われてるけど、今までずっとそうやったやんってことで、まあまあね、結構急に決まるっていうのが多い感じですね、はい、だから本部の方は知ってるかもしれないんですけど、はい、僕らが知るのが急なだけだと思いますよ多分ね、そういうの戦略練ってる人たちとからしてみたらちゃんと決まってねやってるんじゃないかなと思うんですけども、それがまあ急に急にっていうか、まあ、直前になって降りてくるっていう感じですかね、はい、はい、なっております。つむつむやりすぎ、代行ってくださいよ。福原とかよくわからないけど、アマテラスとアパネマジだからやめときってお父さんが言ってた、はい、何の話ですかなんだね。ロボビッチャーわらわらわら、もしかしてだけど、もしかしてだけど、それって大島優子なんじゃないの。何の話ですかね。わらわらわら大島優子が出てきたらよくわからなかったです。どうなんですかね、シードがいいと思うのガンダムね言われてますよね。ああそうですね、 Z は半径が難しいのかなって言われますけども、どうでしょうか。そうです ね、 ね、はい、なんか京楽さんがガンダムシードを半券取って作ってるとか作ってないとかね、噂もう結構前の話ですけどね、言ってましたね、ありましたけどね、はい、ガンダムシードを期待してくださいみたいなね話が結構あったんですが、最近聞かなくなったんで、どうなんですかね、お蔵入りしちゃったんですかね。まあまあ他にもロボットアニメはいっぱいありますよ本当に。そうですね、はい、富野監督の、はいはい、いろいろねガンダムシリーズもたくさんありますしね。はい、なるほどですね。僕はブレンパワードっていうやつが好きなんですけどね。ブレンパワード昔あったんですけどね。へー、はい、全然わかんない。お、ゴーダはお、倒した、たけしー、倒してないんか、まだまだなんか2回殴った、はい、たけしー決戦か、ここか、はい、パワーはダメだ。あー、来ますね、勝てない、そうすこーい、残念。まあ、ええや、そうやね、乗ったじゃないか。結構乗りましたね、30乗りましたね。そうですね、店長湯川専務のモノマネよろ。湯川専務、瀬形三四郎、はい、はい、懐かしい。いやどんなんでしたっけね、ドリームキャスト、ドリームキャストの時ですよ ね、 ね、覚えてないわ。湯川専務ってそんな喋ったっけ、はい、いやなんかあれですけどね、はい、CM に出てたのは覚えてますけど ね、 ね、懐かしいですね。ね、藤岡弘さんが喋ってたのは覚えてますけど、はい、なんかね、どうでしょうか。なるせこごめに食いついた松浦はレッドドラゴン行きたいでしょう。行きたいですよ本当ね、はい、鉛筆モビルスーツのデザインが長野を守るだし。ああ、そうなんですね、松浦さんさっきアイス食べたのってことで、いやまだ食べてないんですよ結局ね、後で食べたいと思います。ゼータイコールゼータガンダム、イエスだね。あのパワーは豪勝派かわらわら、もう確かにそんな感じですね、なんかね、クインシーイッサとか中二すぎわらわら、グエンパワーで歌いいよね言われてますけどね。まあ、なんか最近結構昔のアニメとかがねこう半券でパチンコになったりスロットになったりね結構ありますね、はい、もしかしたらその辺の懐かしいアニメとかもねパチンコになったりする可能性はあるかもしれないですね。あ、下着をスローかパチにしてほしいのってことで、シュタインズゲートですかね言われておりますけど、なんか、はい、お気に入りのね原作いろいろありますんで、それぞれ ね、 そうですね、メーカーさんはそういうのをちゃんとチェックしてね、はい、まあ、でも大体やっぱ開発に 2,3 年かかるっていうんで、っていう話なんでね、大体ちょっと遅れてきますからね、はい、タイムラグとかね結構やっぱりできちゃいますよね、そういうのね、はい、
どうですか、 G ガンダム希望だわ。あ、 G ガンダム好き多いですね。 G ガンダム好き多いんですね、はい、あれはモビルスーツじゃなくてあれちゃいましたっけ、なんか違うんちゃいましたっけ、あれそうでしたっけ、なんとかモビルアーマーになるんですか、機動武闘伝 G ガンダムね、はい、ありましたけどね。さあこれおっと東さん、おっまたゴーダですね、ゴーダ倒せるか、さあ10、さあ決戦、あー豪勝ということで、これはね、はい、よう店長倒せましたね、ほんまゴーダ厳しい、ただたけし倒しても別にそんな恩恵がないですからね。そうですね、まあ、ボーナスとちょっと乗るって感じですけどね。どうでしょうか、僕はずっとママンを待ってた、クリスマスプレゼントだろう、ありがとうございます、コンバトラー V をまた出してほしい。コンバトラー V は強楽の強楽さんでしたかね、いやマックスタイプもあれ出ましたよね、後からマックスとな、スペック2でしたっけ、なんかね、はい、マックスタイプのやつもありましたけどね、はい、どうでしょうかね、モビルアーマースタインズゲードはこれなんて読むんですかね、読めないですね。そう考えると窓間際めっちゃ早かったなということで、早かったですね、はい、めちゃくちゃ早かったですね、ちょうどこうまだ半券がリアルタイムでこう売れてる時にね、そうですね、はい、第一線の半券持ってくるとかね、なかなか難しいんじゃないかなと思いますけどね。G ガンダムはモビルファイター、モビルファイター、GF、あーですなーって言われますね、あ、そうなんですね、最近はパチカ前提でメーカーが制作委員会に出資してるよね、アニメということで、そうなんですよね、もう半券買ってくるとかじゃなくて、こう将来のメディアミックス化の計画の中にパチンコも入ってるみたいなね感じは多いですよね。三協さん多いですよね、はい、そうですね、で一緒になってこう、コミック出して、あ、オリジナルビデオアニメ出して、テレビ作ってパチンコやってみたいなね、はい、なんか噂では松浦さんが、はい、パトレーバー俺詳しいんだよって言って全然詳しくなかったってなんか 前回えらい言われてましたよ、ね、いやいやいや、パトレーバー詳しいですよ俺、はいはい、パトレーバー原作結構見てたの、あれ誰かが詳しくないって言ってました、はい、なんか全然いいやみたいな感じになってました、ね、いや、はい、全然そんな、あれ俺なんかしくじったっけそんなそうなんですしくじった記憶すらあんまないんですけど、例えばね、山陽さんからね今パチンコになってて、そうですね、面白いですけどね。おお、町村には勝ちましたね、町村には勝てます、じゃあボーナスですね、ゴーダには勝てない、昇格、おお昇格、青七久々に来ましたね、結構でもなんか来ますね、結構昇格来ますね、個人的な体感的にはそんなに来ないのかなと思ってたんですが、意外と昇格、はい、そうですね、ほぼ昇格してない、そんなことないか、まあでも半分ぐらいは半分ぐらい昇格してますよ ね、 そうですね、素晴らしい感じですけどもね、どうでしょうか、結構調子いいですね今日はね、5、6で今、シダしてるんですが、そうですね、6もまあいいんですが、5もそこそこいいですよね。この1個前はどのくらいハマりました、東さん、このボーナス今車っていうのは120、あ、129、はい、あ、じゃあ全然ハマってないですね、まあ、最高ハマりが多分何もぐらいやろ、最初は結構ハマってたんですけどね、はい、200ぐらいは、まあでも200-300ぐらいですね、最初も ね言ってもね、そのぐらいですけどもね、どうでしょうかね、ダンバインどっかのメーカーから出して、台からダンバインが飛ぶが流れたら失神するわ、はい、はい、ただ、ね、やっぱあれなんですよね、はい、問題なんか歌っすよね、いつも、あ、歌のね、流れないのが多いですからね、権利とかのね問題があったりとか、はい、パチンコに歌は提供できませんとかね、いうあれもあったりとかしてね、歌がこう大人の事情で変わってたりとかね、はい、ありますよね、そうなんですよ、それで確かなんか松浦さんがいない間に、はい、ランマ2分の1も全然やったっていう話をしてたんですよ、あ、なるほど、ランマ2分の1は、はい、歌が使えなかったんでしたっけ、もうですし声も、あ、声がね、有名な、ね、声優さんがいるけど、はい、その声が使えなかったみたいなね、そうなんですよ、それは確かにありますよね、まあ、どうなんですかね、メーカーさんとしてはその辺ももちろん交渉を、ね、するんでしょうけど、向こうがこう OK が出なかったとかね、いろいろ事情はありそうですけどね、来週シールもらいに行きますねって方いらっしゃいました、ありがとうございます、ありがとうございます、ぜひお越しいただければと思います、どうだかね、G ガンファーモビルファー、あ、信用してないですね、東さん、まずはセーラームーンあたりを出してほしいが、あ、間違いないですね、セーラームーンもね、もうパチンコにちょうどいい適齢期なんじゃないかなと思いますけど、ね、そうですね、確かに、ナルトは近いうちにパチスローになりそう、松浦 VS ダディのパトレーバー知識対決かってなってますけどね、稲川淳二スローで出してほしいということで、高尾さんのパチンコで、ね、稲川淳二こうスマッシュヒットになりましたけども、あれを、スロットで出してほしいっていう
ご意見もありますね。いや正直ね、はい、3000台発売ぐらいが濃厚ですね、はい、あ3000台、はい、あんまりそんな多台数は無理なんじゃないか。無理でしょう。確かにねまあ微妙ですけどね、はいはい、どうでしょうか。松浦おたけさんの昔の彼氏は誰だ。あこれパトレーバー知識クイズを今急に出題されてますけどおたけさんの昔の彼氏は、ね、はい、誰だっけ。おたけさんの昔の彼氏は誰だ。わかんない、すいませんあこれであれか、また松浦知ったかぶりやがってみたいになるわけですね。これね、スロットのリングはこけたんですかって言われますが、スロットのリングは逆じゃないですか。再再半ぐらいまでしてますからね。そうですよね、はい、なかなか皆さんあれですよ、はい、スロットヒットしないと再半はしないですから。そうですね、逆じゃないですかね。あれはかなりヒットした方と言っていいんじゃないでしょうかね、はい、そうですね、はい、どうでしょうかね、AT 入ったら続くもんなのって言われてますが、続いてます、ね、今日は結構続いてますね。どちらもね AT 入って結構ね、入ったら入ったで、はい、なんかおもろいですね。なんだかんだ乗るんですよね。そうですね、はい、だから僕ボーナスがなんか細かく当たるのが好きなんですよ。はい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 、はい、結構当たりやすいじゃないですか。そうですね、ね、おあおアドバさん5連行きました。5連ですね、おめでとうございます。エクストラ BB5 連ということで、こういうの好きなんですよ。素晴らしい、結構おもろいですねこれは。そうですね、青奈良の後のエクストラ BB は継続率が結構高めやっていう話ですからね。いいみたいですね、はい、継続率 50% からマックスが 90% でしたかね、はい、あの振り分けがあるということなんですが、これまあどの辺が選択されているのかは、なんか最初の色は黄色でしたね。あ黄色だったということ で、 黄色でしたか。お緑色どうでしょうかね。さあこれカットイン、これ真ん中のキャラ、ね、お来ましたね、ハサミで10ゲームですね。パトレーバーはマニアな人多いぞとか。そうですね、パトレーバーはなんか、かなりマニアな人多いですね、はい、ね、いや僕はねパトレーバーにはトラウマしかないんですよ。お何ですかトラウマって、はい、僕4歳ぐらいの時に、はい、プラモデルを買ってもらったんですけど、はいはいはい、作れないわけですよ、まだ全然そのボンドとか使って作るプラモデルなんで、はいはいはい、でガンダムのなんかちょっとなんでしょうね、結構なんかええやつやったんですけど、はい、それがあのいとこの兄ちゃんに作ってもらったるわって言って持ってかれて、はい、戻ってきたらパトレーバーだってましたガンダム買ったはずなのにおかしいなと思って、なぜかパトレーバーだってました、はい、あそれはへこみますね。へこみました、はい、そのトラウマがあるトラウマがあります、ね、いやパトレーバーはパトレーバーでね結構かっこいいですけどねあれね、はいはい、ということで東さん一応エクストラ BB5 連で終了ですね。そうです、6連、はい、で6連です、ま、あ6連ですかね。あなるほど、それで AT に復帰という感じですね、はい、アニメカンコレがスロットで出ないかねとか、まあ、それも出そうですけどね、そのうちね、ガンツ大好き、昇格も上の方だから起きやすいのかなと思いますが、昇格の設定差があるのかどうかはよく分かんないですけどね、どうなんですかね。さあ三度ゴーダーですが、ゴーダーどうでしょうかね、パーに勝てるか。パー勝てない、強いゴーダー、強いわ、はい、花沢さんいますか。花沢くんありがとうございますあそういうことだったんですね、いや怖いですね。プラス10リチャードウォン、スロットプロジェクト A とかまだですかということで、これはなんだあのジャッキーチェンプロジェクト A です。プロジェクト A、 それプロジェクト X しちゃいますそうだっけプロジェクト A って何、アニメかなんかですかね。なんかアニメですね。あそうなの、ね、稲川淳二が出す、すげえ恥ずかしいな俺プロジェクト X と普通に間違え、ジャッキーチェンの映画かなと思って、すげえ恥ずかしかった。稲川淳二が出せたなら八尾純一もいけるやろってこと。あいや UFO のことについて、そうですね、語りますか、来てます来てますみたいな、ね、感じでね、はい、面白いかもしれないですけどね。マッサムネ JP さんの名前の由来のスーパージャックポットが近いうちに出るんですねということで、ジャックポットは確か1月ちゃうんですか。あアクロスさんでしたっけ、あれアクロスと、はい、岡田産業の、はい、コラボレーションですかね、すね、はい、岡崎さんの、名機スーパージャックポット、これねうち の、 あの JP さんの、名前の由来なんですけども、これが近々出るという、ね、いう形になって、あジャックポットの JP やったんですか、はい、そうなんですよ、それは知らなかったですね。なんかねあの個人配信でジャックポットばっかり打ってたらいつの間にか JP、はい、あのジャックポットの人っていうあだ名がついて、だから JP の人なんですね。そう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 、そういう名前らしいですよ。なるほどですね、はい、なんかニューペガサスばっかり売ってるって聞いたんですけど、ね、ああなんかね最近はねそういうなんかニューペガとかも打つみたいなね話ですけど、どうですかね、なんかそういう結構マニアックな台が好きみたいですけどね。松浦おたけさんの昔の彼氏は内海だよ。ああそうだ、悪役のやつだ、思い出した、すいませんありがとうございます。
最近バイオハザード5をもう一度入れるお店多いですよね。スロセンの店長的にコメントくださいっていうお題が来ましたけども、バイオですね、はい、まあ、最近ちょっとやっぱバイオとか、はい、飛放電とか、はい、コードギアスとか入れてる店舗は多いですね。ああ、そうなんですね、はい、これはどういう狙いからなんですか。まあ、多分あれちゃいますかね、はい、まあ、それぐらいのスペックにまた落ち着くやろうということで、はい、まあ、ちょっと懐かしさも相まみえて入れるという店舗が多いんじゃないですかね。なるほど、なるほど。まあ、今ちょっとね、高純増期、結構固まってきてる感じでしたけども、まあ、規制がね、こう視野に入ってきて、はい、まあ、若干マイルドになるんじゃないかって言われてる部分を見据えてっていう部分ですかね。マイルドフラッシュ。いや、ありがとう。やらなかった。意味が分かんないですよ。はい、ありがとうございます。ジャッキーでしょ、A は。あ、プロジェクトエースってジャッキー、あ、エースの方がジャッキーです。あ、そうです。松浦はリチャード・ウォンスルーしたから大してパトレイバー詳しくないな。すいませんね、本当にプロジェクト A 子じゃないんで。あ、ジャグラーペカの人じゃなかったんだ。ちょっと違うんですね、ジャグラーペカの人、はい、頭頂部がジャックポットだから JP の依頼、プロジェクト X は NHK のドキュメンタリーやろうってね、言われますけど、松浦も遠隔の人と呼ばれる日が近いなって言われてますけどね。まあいいよ、そうやって呼んでくれたらね、本当にね、はい、ありがとうございます。ということでね、いるのかな、まだ遠隔の人もういなくなったのかな、ね、遠隔後でやるんで来てください ね、 なんかね、なんか松浦さんについていくらしいですね。いやいや、本当ね、嬉しい限りですけども ね、 本当ね、はいはい、逆に論破してやるってね、豪語してた人必ず今日やりますんで来てくださいね、本当に、ね、お願いしますね、本当ね。年収2000万の人だよ。2000万もねえよ、だから本当に、ね、いいな。今月もお小遣いなくて嫁にお願いしないといけないんだから、本当にね。なんでこんなお金ないんだろう。ゴーダばっかやないかい。あー、ゴーダ来ましたね、またね。あ、遠隔見てるぞーって方いらっしゃいました、ありがとうございます。なんだかんだ言って最後まで見てくれる優しい人なんだよ、本当に。ゴーダ、あー、勝てない。ゴーダたけしどうだよ。ゴーダ厳しいですね。ゴーダ店長よく勝ちましたね、やっぱりね。でもね、これね、まあ6やからね、うん、まあそれ多分関係ないと思いますけど。設定さん、はい、なさそうですけどね、やっぱりね。はい、どうでしょうかね、ないでしょうね、はい、明日打ちに行くんですが何打てばいいですかということで、明日も絶対に来てください。来るって言ってるじゃないですか。はい、なるほどですね。それ森口店の、夜のね、こう閉店時 の、はい、アナウンスですけどもね、はい、明日も絶対に来てください。これはうちと独特の方でね。あ、そうなんですね。明日どうなんですかね、まあ、なんか自分が打ちたいなと思う機種打っていただくのが一番いいとしか言いようがないですけど、そうですね、はい、まあ、やっぱこれは好みになりますのでね、はいはい、信頼であればね、もう今日打ってる金太郎、ね、スロットの信頼になってますんで、ぜひ神戸地方遊びに来ていただいて打っていただけばいいんじゃないかなと思いますね、はいはい。まず低設定は今の拳が揃わねえんだよということで、あー、なるほどね、ですかね。遠隔は絶対あるしな、だからあるっつってんだろうね。松浦は好きだけど遠隔はある、だからあるっつってんだろう。はい、これ演出めっちゃ突っ込むじゃないですか。これ復活怒らしたいだけでしょ。え、怒らしたいだけでしょ。いやいやいや、そんな俺、そんなほら遠隔信じてる人を煽ってコメント稼ごうとかそんなことしないから。はい、やらしい。そんな高等テクニック持ってないから大丈夫ですよ。これ復活演出あったらいいのにね、バトル負けということ で、 そうです、ね、演出どうなんですかね。復活今のところないですね。ないですね。やられたらそのまま終わりみたいなね、即また AT みたいな感じですけどね。どうですかね。明日キコーナー行きますが遠隔機はどれですかということで、うちの放送ねこの後やりますので来てください。今鉛筆が大量に出てくる面白いシーンがあって指差ししてたのにノーリアクションだったよ。面白い演出ではないんですけどね、はい、見たことないんですよ、あれ。だから光覚しさかなとは思ったんですけど、ね、引き出し開けた時に鉛筆が出てくるシーンですかね、はい、どうなんですかね。松浦さん向きになると顔が怖くなるよね。そろそろ松浦さんあれ言っときますか。言いませんよ、本当ね。店長お気に入りのフリーザーやらないの。今日さっきもやりました、ね、やりましたけど、ね、はい、最終形態でしたね、はい、遠隔の時顔が図星って感じだよね、はい、だってキコーナーがなくなったら松浦失業だし必死ということで、これどうしたらいいですかね。これ放送来てください、本当に、ね、よろしくお願いします、はい。まあ、でもね、キコーナーさんがなくなったら失業するのは間違いないですよ、本当ね。明日も神戸スローカーに打ちたくなっちゃう丸々、ありがとうございます。ありがとうございます。松浦さんおこなの、怒ってないですよ、本当ね。設定配分って本社からの指示あるの、店長が権限あるのということで、これはどうですか、ね、両方ですか。まあ、そこら辺は夜でしょうね。あ、お店に寄ったりするし、はい、って感じですかね、っていうことらしいです。ぜひね、店長とこうコミュニケーションをね、こう放送を通じてやっていただければいいんじゃないかなと思います、
ボタンプッシュ負け後のレバーオンで復活ボナゾロイとかあったらまだゴーダでも期待持てるのにということで、ああ確かに、ね、これ演出の細かい部分ですけど、そういうのが結構ね重要だったりしますよね、爽快感とかでね。どうなんですかね。さて2時ですぞということで、そうですね、2時になりましたがどうしますか。2時ですよ台になりましたか。はい、はい、2時ですよになりましたが、東さんは10ゲームですか。じゃあ東さんの10ゲーム待ちましょうか。見ますかね。はい、でもねすごいですね、156ゲームしか回してないのに、はい、806枚。お、結局まあボーナスで増やしますからね。あの間止まるんですよね、ボーナスの間 ね、 ね、はい、まあ、でも結構じゃないですか。いや十分、ね、ですね。まあ、ボーナスでつないでつないでみたいなね、ゲーム性ですかね。金太郎も毎回そうですけどもね、おもろいですね。はい、いや僕はね、はい、あれなんですけどね、金太郎好きなんですけどね。金太郎大好き、ね、ちょっと渋い声が多いですね。いやね、みたいですけど、はい、いや俺何度も言ってるんですが、 A 以外はゲーム性は結構本当に好きなんですよ ね、 そうすね、はい。お、ちょっと待って、店長のカメラが、終わりましたよ。あ、終わっちゃいましたね。165ゲーム。そうですね。わお。で何枚でした、枚数。830枚ぐらい、ね、830枚ぐらいっていう感じですかね。じゃあ終わりますか。はい、ということで、じゃあ今日は終了ということでよろしいですかね。はい、キコーナがなくなったら全国で生ポの人が10万人は減るはず。絶対関係ないのですよ、ね、店長松浦の真似してしなくていいよなと、ね、うるさいよ、しなくていいよ、ね、店長大選びのポイントはということで、店長の大選びのポイントって何なんですか。あ、プライベートで打つ時の選ぶポイント。そうですね、はい、でも朝から行くことがあんまないんで、ね、はい、昼から行ったらもう言うたらあれじゃないですか、もういろいろあるじゃないですか、はい、回数とか。そうですね、まあ、回転数もありますし、はい、なんですけどね、朝から行ったら僕はもう基本あれですね、はい、はい、インスピレーション角にですね。あ、角に、なるほど、はい、やっぱ角にやろうですね、まあ、なるほどね。まあなんか好きな台、判件とかそのゲーム性とかで好きな台を打ってもらうのが一番いいような気がしますけど ね、 ね、個人的にはね。どうでしょうかね、はい、はい、すいません、適当な変あのね、あのアドバイスしかできずに、ね、はい、ということで、もうじゃあ終了、今日はよろしいですか。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあ最初の立ち位置に行きます。はい、はい、僕の立ち位置で、はい、僕の立ち位置でお願いします。はい意味か分かんないですけど、東終了だよ本当だよ、どうしよう、終了だよ、帰るよもう、はい、終わりよもう、帰ろう帰ろう。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、じゃあまずはミッション見ていきますかね、このままね。東さん、アルバイト主任が、上から青七昇格、出世街道チャンス、エティ当選ボーナス当選、クストラ BB5 連ということで、はい、印5つのワンビンゴとワンラインという形ですね、はい、残念ながらゴーダーが取れなかったという感じですけど ね、 ですね。で店長は、今日は埋まりましたね。青七昇格、ゴーダー撃破、出世街道チャンス、 AT 当選、ボーナス当選、エクストラ BB5 連、1000枚オーバーということで、やったね、印が7つ、ラインが1、2、3ということで3ビンゴということで、今日は見事店長の勝利ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それ何の踊りなんですか。それこれね、はい、チュートリアルの得意がよくやってる。あ、やりますね。そうなんだ素晴らしいね感じですけどもね。どうでしたか、金ちゃん。金ちゃん、はい、東さん。いや、僕は前のね金太郎がクソやな思ってたんで、はい、どうかなと思ってたんですけど、はい、あれですよ皆さん、ね、5号機の方ですよ。あ、5号機のね金太郎。そうです、そうです、はい、あの船にずっとこうやって乗ってね、はい、こうずっとこう揺れてるやつ、はい、はもうほんまダメやなと思ってたんですけ ど、 今回のおもろいですね。今回面白い、おもろいっす。 ありっす。5号機の前の金太郎って俺全然イメージ残ってないですけど、どんなん。僕も正直あんま覚えてないですけど、ね、あれもほんま5年ぐらいです。 RT ですね、しかも RT か、うん、RT なんですよね。あ、多分リプリプメットかなんか、その揃ったラインで、はい、ゲーム数も決まってるっていう RT の。あ、なるほど、あったあった、はい、そうなんでしたかね。連チャンするやつですね。割と初期の5号機の方ですかね。そうっす、はい、あったあった。なんとなくしかね覚えてないですけどね、はい、で、まあ、でも東さんも結構枚数そこそこ出てる感じでしたけどね今日ね。5で一応打ったという感じですけど ね、 そうですね、はい、店長が6で打って、そうですね、結構出てたんじゃないですか。そうですね、はい、
2000枚近くは2000枚ぐらいですか ね、はい、出てるという感じで、もう本もほとんどはまらずに、はい、そうですね、AT、最初の AT が1500枚ぐらい続いた感じですかね。そうですね、はい、素晴らしい感じでしたけどね、ぜひ ね、まあ5と6の今日は設定差つけて指導したという形ですのでね、はい、参考にしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、ということで一応今日は店長の勝利ということになりましたんで、はい、東さんに罰ゲームをめっちゃ買ったでやっていただきたいんですが、罰ゲームご紹介させていただいてよろしいですか。なんか見えてるんですよね。あ、見えてる、見えてる。僕モニターしか見えないですけどね。じゃあ行きますか今日ね。そっちの方にあるんですか。はい、あ、そんなんあったんや。罰ゲームはね、ほっでで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 でん。さすが効果音も自作自演でやるエンデック大阪代表。はい、ありがとうございます。なるほど。なんやこれ、なんやこれ、これよく運動会で見るやっちゃん。そう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 、見えますこれ。すごいですねこれ。はい、見えますかねこれ。サラリーマンをなめんじゃねえ、なめるのは雨だということで、本日は、はい、雨食いやっていただきたいと思います。いかにいかに散らかさない、散らかさないようにするか、はい、この中に松浦さんのは入ってないですね。雨がですね、まあ普通の雨だと面白くないんで、はい、こちらね、デンジャー雨ということで、これね、デンジャーまだ入ってないですね。そうなんですよ、入ってないですよ。5個の雨の中に、あ、6個か、6個の飴の中に1つだけ、はい、激まず激辛キャンディーが入っているということで、はい、なるほど、これね1つだけ選んでいいです。なるほど、はい、はい、ってことは1つってことはなかなか当たる確率が低いということじゃないですか。低いですね。あ、1つっていうかこれ5 6個入れるか、この中にね。この中に6個入れますか。なるほどですね、はい、でいいですか。はい、なるほど、はは、はい、おしぼりまで用意されている。そうそうそう、じゃあこれをね、はい、うん、これ松田さん、あれですか、見た、見た、キャバクラ、キャバクラであれですか、取ってきたおしぼり。違いますよ、100均で買ってきましたよ、ちゃんとね。こう汚れるであろうということがね、想定されるんで、これ、おお、あれ、ね、はいはい、ちゃんをね、どうしましょう、入れましょうか。入れますか、はい、入れます。なかなか手残った罰ゲームにしましたね、はい、そうですか、ぽい、はい、ぽい、はい、これ、俺、自分たちもどれが激辛キャンディーなのか分かんないですね、これ、見た目は分かんないですね、はい、分かんないんで、準備万端なんで、はい、アメちゃんのブルース、アメちゃんのブルース聞いてくれ。ちょっと待ってください、すいませんね、俺が手際が悪いばっかりに、ね、店長にこう繋いでいただいてる状況ですけどね、ブルースの。アメちゃんを舐めるのか、それとも松浦さんを舐めるのかは自由だ。これ関係ないですねこれね、はい、ということで、結構冷静に突っ込まれたで。そう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 、こうしておきますか、これね、隠して隠して、こうやって、はい、ということで、はい、これ、一応これ敷いておきますか、これね、下にね、はい、そうね、ブルーシート、そうそう、もうめっちゃ準備万端やないですか、これ、はい、汚れたらこれ大変なんだよ。今日ローション相撲しないですよ。しないですよ、そんな。はい、はい、はい、ね、粉が飛ぶことが予想されます、はい、100均グッズが凄まじく活躍してますね、はい、はい、はい、ダイソーとエンデックのコラボレーションが出てくる。そうですね、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあこんな感じで、はい、行きますか。行きますか、はい、はい、じゃあアメちゃんを探していただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ラメラメしてね、はい、行きます、はい、お願いします。やりにくいな。やりづらそう、やりづらそう。さあ行け、行った、お、なんか見石亀、見えたぞ石亀、ちっけしょー、はい、おいしい飴きた、おいしい、普通の飴、おかしいな、あれ普通の飴、それはだって6分の1でしょ。そう、6分の1の純情な感情はなかなか当たらないですよ。ああそうですか、はい、じゃあそれ当たるまでやります。そうですね、当たるまでやらんとなんですね、これ。そうですね、これ何ですか、小麦粉ですか、これ小麦粉です。まずジョジョネタはよって普通の小麦粉ですよこれ、もちまんがいたら。ジョジョネタじゃないですか、ね、綺麗に顔につくのねって。ちくしょう1週間ですかね、はい、雪降ってます。今日目の前は雪降ってます。小梅太夫かなって、はい、あと もう一個ぐらい行きますか、ね、もう一個ぐらい、はい、はい、その後松浦さん行きますんでね。俺行くんですか。いたいた。取れへんかった。今自爆した、今自爆した、自爆してバフっていった。いた、いた、大丈夫、どうですか、おいちい、おいちい、
来ない。あかんやん。辛いの来ない。ちょっと一回タイム。はい、タイム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 。テクニカルタイムアウト入りました。はい、タイムタイムということで、はい。テクニカルタイムアウト1回ですから、ね。はい、そうですね。あ、辛いの来ないですね、なかなか。こなすって咳き込んじゃう TV ってやつですか。小麦粉まずっ。歌舞伎海老蔵の真似やってる、ね、綺麗に顔につくのね。政府かーって言いますけど、おかしいな。いやー、どうします、じゃあ。おかしいな。じゃあここからサドンデスしますか。店長いっとくって言われます。サドンデスしますか。はい、はい、1個ずついきましょうか。1個ずつね、はい、はい、残り4つ。被害が、はい、はい、ズボンやばないですか。ズボンやばい。ちょこれあのなんかなんやろ、もうコンタクトが痛い。ああ、コンタクトが痛い。さあ、はい、どこにあるかな。ここら辺かな。ちょっと、混ぜ混ぜします。混ぜ混ぜします。はい、混ぜ混ぜしますか。混ぜ混ぜするもんがね、ないんですよ、すみません。あ、これで大事なまっすげが、はい、ちょっとね、東さんの唾液がここら辺ついてるんでね。はい。あ、ここに1個ありますね。ここに1個ありますね。ここありますね。はい、これ斬新なゲーム、これ。ちょっと中央に押しとこう。はい、これもこうちょっと強いにしてますかね。はい、ありがとうございます。はい、こんなもんですか。ありがとうございます。アメを1。こんなもん？これでいける？はい、こんなもん？この、うう、危ねえ。危ねえ。やめろだよ。危ねえ。松浦さん、こけるってやつ。こけるとこだった今。いやー、俺初めてやな、この経験。僕、アメ食い初めてですわ。辛いの来てくれない TV って言われますけど。メガネいけます？いやー、メガネのままいった。風貌真っ白になってますよ、これ。お、取れた？関節キスって言われますけど。お1。あれ？セーフ？セーフ？ちょっとマイクが、はい、マイクがやばいんですけど。マイクいっちゃい、マイクごといっちゃいましたね。一回鏡で落としてきた方がいいですよ、それ。はい。じゃあちょっと松浦さん、じゃあ次行ってください。マジで？はい。それ行ったら今度はまた東さんですから。そうですね、ああ、そうですか。今で3つでしょ？マイク粉だらけ。残りあと3つ？そうですね。あ、メガネ。このでも雨お1。メガネの上に粉が。ちょっとね、まつげがマジなんかもう、なんかずっとついてる。ちょっともうちょっと引いた方がいいかな。なんかしまった、マイクが。あ、いいですよ、店長。マイクパンサーが。はい、マークパンサー。見えてますかね、大丈夫ですかね。オッケーっす。いやどれこれ。いやなんかね、ほんまに小麦粉クソまずいっす。これ、あれですよね。ってまずいんだ。舐め続けたらなんか、うちなんか中央ぐらいが辛いとかいう落ちないですよね。いやいやいや、そんなことないですよ。多分すぐ舐めたら分かるんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ行きたいと思います。はい、はい、お願いします。行きます。普通にサクマドロップのいちご的な味がします。ああ、そうですか。行きます。ミルクいちごの飴みたいな、あの美味しいですけど、ね、なるほど、いちごミルクって手でやってるじゃないですか。いやいや、違う違う、だって真ん中にやらないと顔につかないじゃないですか、粉が。なるほど。なんかもうなんかつける前提でみたいな、なんかそのやらせ感あるじゃないですか。いやそれほら、それやらないと。いきます。小麦粉がクソまずい、そんな。あのね、眼鏡の上に小麦粉皆さん溜まってるんですよ。分かります。どえらいことになってますからね。積もってますもんね、なんか。はい、あれない、あれないよ。これで皆さん、松田さんのテクニックがないことを分かってくれましたか。何テクニック。舌遣いがね。なんで。小麦粉クソまずいっすよ。あれ、ほんとない。あれ、マジでないよ。あれ、ない、マジで。まあ、多分真ん中攻めすぎてるんで、端っこの方寄ってんじゃないですか。あった。なんかね、たこ焼き店長からね、画像がやたら届いてるんですけどね、皆さん。おじいちゃんみたいになってますよ、なんか。ん？これ。ありました。おいちいですか。んー、ちょっと辛いような気がするけど。んちょっと辛いような気がする。そんな程度なんですか。これ小麦粉がまずい方がでしょ。これでしょ。これ何、これ。あ、辛い。あ、辛い。あー辛い。あー辛い。あー辛い。はい、終了。終了。ちょっと口の中はまずいっす。なんか白いっす。辛い。あー辛い。終了。終了。あー辛い。松浦中途半端な汚れ方って言ってましたよね。あー辛い。お疲れ様でした。
ですね、演技うまいねって来てますよ。うるさいよ、はい、八百長とかシャベを送りますって来ました。辛いけど、いつもうちがやってる罰ゲームに比べれば全然辛くない。全然辛くないですか？微妙。あ、そうなんですか。もうなんか眉毛がおじいちゃんになってます。粉が。あー、取っていいですか、じゃあ。はい、はい、すいません。あ、なんかバター来ましたよ、いっぱい。何やってるんですか、俺は。人が罰ゲームやってる時に。何やってるの。あのね、はい、この飴美味しいっす。なんかね、もう単なるね、アレジンでなんかアレジン図柄揃った勝ち自慢の画像だけ今、たこ焼き店長から送られてきました。やめてくださいね、本当に。放送粒好きですか、はい、本当に。はい、ということで、はい、あー辛い、まずい、辛いっていうか、果たして僕は罰ゲームを受けたのでしょうか。はい、辛いっていうか、まずい、これじゃあ、ね、でしょ。ここでね、年春にね、変わるからね。はい、すいません。あー、刺激送ったよ、演技うまいな、はい、来たのが普通にアレスさんの、はい、アレジンでアレジン図柄揃ったところを送られてきました。意味が分かんない、はい、あー、まずい、あー、辛い、まずい。どっちっすか。はい、ということで、はい、はい、いや、店長いい感じですね、本当にね、はい。いい感じの、ま、あの、はい、汚れ具合になってます。なんかね、左の鼻の穴がムズムズします、ね。ああ、そうですね、ちょっと顔洗いたいところですけどもね、はい、ああ、辛いです、後から来た。わあ、すげえ、めっちゃムカつく、この聞き方。わあ、辛い飴食いたかったな。いや、なんかムカつきますね。来週もう一回やりますよ、これね、マジかい。もう一回やりますんでね、はい、期待しておいてください。わかりました、はい、はい、ということで、お店の方からこの顔でもう一回告知ありますか。告知しましょうか。はい、東さん、告知は何かありますか。はい、いや、特にないです。特にないです。特にない。なるほどですね。まあまあ、そうですね。まあでもね、明日は1月11日なんで、ぜひ来ていただきたいところですね。そうですね。明日、明後日も来ていただきたいということで、はい、1月のね、11日。はい、パチンコやったら1、3つ揃ったとは確変ですもんね。そうですね。まあね、奇数図からね、確変なんで、遊びに来たらいいんじゃないかなと思いますんで。ね。いや、ほんまっす。はい、なんか電話鳴ってますけど大丈夫ですか。なんか鳴りましたね、はい、ルルルル。え、誰の電話でしょうね。店の電話の音じゃないですけどね。あ、違う、はい、大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、ということで、はい、鼻に入って痛いね、これ、はい、そうなんですよ。僕は気持ち悪いです。いやー、厳しいって感じですけどね、はい、はい、ということで、こんな感じでお送りさせていただきますけど、ぜひね、3連休は、神戸中央スロット館遊びに来ていただければと思いますので、本当にね、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、ということで、来週は店長、機種何やるとか決まってますか。いや、全然決めてないんですけどね。決めてない。どうしましょうか。来週もだってあれも無理ですもんね。肛門ちゃまがね、まだちょっと解禁してないんで、ね、19日からですんでね、はい、一周何かしら、そうですね、ないという感じですけどね。何しましょうかね。はい、でしょ、僕も今出そうやったんですけどね。止まったもん。さっき言われた。いや、もう僕も出そうなんですよ、今。あ、鼻に入ってムズムズするし。そうなんですよ、これね。鼻に溜まるんですよね。はい。きつ。これ、地味だけどきつい。きつい。鼻が痛い。はい、ということで、じゃあ来週まだ未定ということで。一応未定ということで、はい、お願いします。なんかあれば教えてください。はい。はい、店長か東さんね、捕まえて、これやってくれよとかね。言っていただければと思いますので、はい、お願いします、はい、あ、次の放送までにシールもらいに行きますって方いらっしゃいますんでね。絶対ですよ、はい、本当にね、来いよ、はい、絶対来てくださいね、本当にね、来いよ、はい、来いよ。誰ですか、ガチャンね、ガチャン、あ、そっち、はい、モノマネですけど、ありがとうございます、はい、はい、という形になってますんで、ぜひね、よろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、今週はこんな感じで、よろしいですかね、はい、はい、お送りさせていただきました、キコナチュー、神戸キコナチュー、キコナチュー、ごめん、土曜、キコナチャンネル土曜、神戸中央スロとかミッションミンゴ対決パチスロストラックアウト、また来週お会いしましょう、ありがとうございました、さよなら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 、懐かしいですね、淀川長春、鼻がやばいっすよ、これ、さよなら。